配信の方も OK です。おー、よかったです。まあ、当て身で体力盛り返していくのは、はい、ぐんまちゃんのアスカ。あー、いいライトですね。あれで、くーちゃんの方はもう準備 OK ですね。そうですね、お互い今試合が始まってます。さあ、あまり見ない状況クイックスライダーをあっけーで潰していく。さあ、これはレイズドライブで決まる超絶火力です。これで1対1ですね。右アッパーを置いていく DN だが、龍射蹴りに突っ込んでいってしまった。これで起き攻め、しゃがパン。おー、しゃがんでますね。あ、しかし DN もいいですね。みやみを食らった後、ゴムなのでしゃがパンで相手の次の行動を制限するっていうのは非常にいい選択肢ですね。クーちゃんが勝ちました、ね、そうですね、クーちゃんが勝って、はい、これは2試合目になるので1試合目は1対1だったんですよね、チームの成績。そうですね、なのでここでぐんまちゃんが勝利すれば100円節約娘の勝ち上がりが確定します。なるほど、はい、さあ、手堅いぐんまちゃんだがクイックスライダーがセンターヒット。あー、レイズドライブ、うまい。どうだ、生ラドが勝ってるよ。これで、2回戦進出でリーチをかけたのは100円節約娘。これは熱いですね。さあ、龍射蹴りギリギリヒヤッとしたのは DN の方でしょう。うまい、あー、うまい。スカオニからこのダメージ、有利。しかし攻めが続かない。有利を取って壁が近いですね。そうですね、やっぱアリサの機動力を生かして逃げるということはちょっと難しい、このステージの狭さ。レイズドライブガード、うまいことダメージにはつながったが、この両パンだけ通ると結構減る。先にレンジ発動したのはぐんまちゃん。どうする、あっけ、プレッシャーがある。あー、先端っぽい完全に先端ですね、まあ、ですね。そもそもガードできたのも先端だから多分ガードできたっていうタイミングだったんですけ ど、 なるほど。それでもトゥースマッシュを割り込むだけの発生の速さがありました。足止まりましたね。あー、熱い。これで 2-2 ガードした。あー、しっかり見えてる。しかし壁が近いぞ。やはりちょっと状況が難しかったです。で、変わったが、よいしょ。どうなる、これ壁把握完璧、うまい。背面は取ったが、バーしゃがみパンチ。いいしゃがパンでしたね。もつれ込みました。これで大将戦、これはまた、あ、中堅戦になるのか。そうですね、中堅戦ですね。さあ、先ほど勝った者同士の対戦になります。はい、勝った人だけ筐体に座ってください。はい、お願いします。早稲田式ってあんまりこんなにもつれることないんですけど、ね、そうですね、早朝予選から考えてもかなり、はい、ずっともつれてますね。フォーンだからね、偶数だからね。さあ、では準備ができました。スタートボタンを押してください。はい、お願いします。星はイーブン、うん、ですね。そうですね、はい、さあ、じゃあ状況を整理しますと、女子チーム100円節約娘、勝ったのはクーちゃんと、マリン、はい、で対する MacBook 小林は勝ったのが TN とテルマですね、はい、TN アリサ、テルマシャヒン、クーちゃんアスカ、マリンシャオユーというメンバーになりました。いや、クーちゃん対テルマというカードと、なるほど、 TN 対マリンという組み合わせですね。アスカシャヒン対アリサシャオユー、あ、アリサシャオユーですね、ですね、そうですね、はい、さあ、では TN アリサ対マリンシャオユーは壁が壊れるステージを選ばれております。さあ、見ていくのは
はい、TN アリサ、 TN アリサ対マリンシャオユを見ていきましょう。はい、ゴーゴーはあ、お互いコスチュームが可愛い。可愛いですね。アリサ対シャオユ。やっぱりね、中間距離からの、はい、飛び込みに関してはアリサの方が分があるんですけれども、接近戦の鳳凰の釜を抑制する技が、はい、アリサは相当少ないんですよね。まあ、投げが通ってしまうと先に TN のアリサがレイジ状態と。シャオユーっぽい。マリンがシャオユーらしい攻めで1ラウンド目の先制です。あ、いいですね。投げを飛んでいる。しかし壁コンボには到達できない。確定反撃が遅れてしまう。これはチョックスクリューです。ダメですね。値段有利からのリボー対教科書通りの切り返しをしていくマリンだが、体力リードは TN。 うわー、返してきますね。結構ギリギリ抜けたような感じ で、ね、ヒヤッとしましたね今。距離が遠い。中断。あー、やっぱり距離が遠いですよね。結構そのお互い技を最速で切り返しづらいのがアリサ対シャオユ。やはりディープリンク重要な技になってきそうですね。そうですね、アリサ側としてはディープリンクですし、このシャオユ側としては最速で、技を打たないバックダッシュや横移動に技がガルブリされてしまうので、なるほど、そういう読み合いになってくるかと思うんですが、壁が近い。下段有利を削る。今度は通ってしまう。これでイーブン。そうですね。あ、あ、まだある。どうだ。ドーン。いや、壁の位置が、ああ、いい切り替えです。フォローが効いてますね。あの後のコンボ選択次第では壁の位置で TN はラウンドを取ることができなかったかと思うんですけど、なるほど、とっさに置き攻めに切り替えました。さあ、徐々に TN の試合展開になってきているようにも見えますが、ここはマリンこらえられるか。あー、ライトゥーです。読み合いになってるんですけどね。ここは読み勝ちました。 TN 使っている。ダンクーから頑張ろう。さあ、流星は最後まで当たっていない。あ、センターだったんですね。しかも壁が壊れたので、はいはい、スクリューコンボから中断。どうする。どっちだ。鳳凰ソードの発生が早い。これで 2-2 出してますよ。これはさあ 2-2 ファイナルラウンドです。使っているが、ダンクーで攻めていく。おっと、刀剣カウンターヒット。いやー、いい攻めですね。マリンの攻めがシャオユらしい攻めなので、まあ強力ですよね。逆によく使われる連携なだけに。あ、しゃがみパンチから、これは空中判定。 TN としては美味しくない。レイジを生かしたいですね。レイジドライブがあるが、これです。継続にならず。下、うん、投げ抜け。あ、痛い。どっちだ。下段読んでいる。そして中段飛んでいた。マーリン勝負せーぞ。つないだ。これで対象戦、対象戦になる。いやー、うわ、あ、あ、100円節約娘が勝利です。素晴らしい。うわー、あっちあっちマジか。女子チーム強いですね。だいぶ結束力がもう見え隠れしたというか。押して、何より下が強い。さあ、そんなこんなで続いての試合、上の試合はやってるので、こっから見えねえな、ここだと。コードも出ないけど、どこだ、そこをやっちゃいますか。じゃあ、あっちで、じゃあ1回戦はやっちゃいましょう。じゃあ、ベスト8決定戦をそのままやっていきたいと思います。100円節約娘連戦で、
連戦で4色の輝きチーム、4色の輝きチーム、試合やりますのでバッツたちは来てください。バッツ、バッツたち試合だよ。あ、バッツさっき一人だけ負けたんだ。バッツ一人だけ負けたの。バッツ、バッツ、ミサキくん、ミサキくん見たい、見たい、ミサキくん。熱い、熱いんだ、あっち。ミサキどこ、試合だよ。ミサキ、なんとか巻きでいきましょう。美咲、じゃあ100円節約娘から先方先に申告しといてもらいましょうか。そうっすね。美咲いる？うん、そう、そこでやる。美咲いるか、美咲。メンバー揃いますでしょうか。美咲が来ればできるんだけど、いない？呼んできた？あ、さっきやったばっかりよ、ごめんね。試合だよ。またそうそうたるメンバーですね。そうですね、このメンバーは美咲、バッツ、バクシー、壊し屋四郎というチームですね。まあそのチーム力としては、はい、今大会ナンバーワンクラスなのではというチームですよね。まあ、ぜひ女子チーム勝っていただきたい。勝っていただきたいですよね。風神経験者3人がいる。いやーすごいですね、チームです。で残りの1人の小足屋四郎も武帝最高、はい、大会でも数々の武帝戦績を。はい、じゃあ対戦者お座りください。同じチーム同士で隣り合わせ。はい、女子チームどうでしょうか。さあバッツと、あ違う違う、バクシーとミサキが座るようですね。なるほど。で女子チームは群馬ちゃんとマリンさん。はい、じゃあスタートボタンお願いします。さあでは、ジャングルステージが選ばれた方の筐体見ていきましょう、はい、組み合わせはどうなるのかな。群馬ちゃん対バクシー、ミサキ、どっちになるのかな。バクシー、あーバクシーさんですね。まあ正直ね、はい、この優勝候補のチームなんでしょうけど、あまり大会が強いチームではない。なるほど。そう、そう思うんですよ。そういうのいいですね。ぶっちゃけぶっちゃけそうですよ。なんか無冠の帝王が揃ったなみたいな感じですよね。なるほど。なので女子チームはね、もう全然ワンチャンありますからね、大会なんでね。全然頑張れると思うんで頑張ってもらいたいと思いますね、はい、さあ開幕、さあ開幕、まずは群馬ちゃん対バクシー。まあやはり下がることに重きを置いてるのはバクシーです。おーっと、うまい、バクシーに当たりましたね。そうですね、まあ群馬ちゃんもそのままアッケーを出してたら届かなかったんでしょうけど、ステップインガードから前ダッシュアッケーということでバクシーのバックダッシュを捉えましたね。このダメージですよ。さあしかし置き攻めのレシピ構築が完璧です。バクシー、あーいいプレッシャーですね。いや、ま、群馬ちゃん相当ステップインガードうまい。渋いですね、うまさが。あのバクシーが下がってましたね。さあしかし、まあ、それを追い払うかのように、おっとこれは軸が悪いが、
あ、コンボがうまいです、はい、割れる、はい、割れた、あーいいですね。あーしかし起き上がりから最速で暴れているバクシー。レイジ発動してるのは群馬ちゃん。有利から有利から下下下あ、噛み合ってるか。どうなんだこれ、残り時間がないので攻めたいんですけれども、ここはフライングヒールで、フライングヒール、フライングニールキック、ニールキック、ニールキックで、はい、プロレス的に言うとそうなりますね。キング的に言うと、キング的に言うとそうなりますね。これは横移動を否定していくバクシー。下行って、うまい、うまい、バックステしましたね。前ダッシュジェットアッパー。残り時間たっぷりあるも、かなり群馬ちゃんが厳しい状況。レイジを生かして届かない。しかしスカシ確定になってるぞ。レイジ状態生かしたいが、いいですよ、モリモリ減ってますよ、減ってますよ。レイジエフェクトが出ている。スカシ確定ならず。岩戸はやはりスカ硬直が短い。これは時間使ってますね。しかし鬼殺しは確定です。しっかりしてますね。あ、モリモリ、うまい、うますぎる、うますぎる。なに、なにそれ、スカ確保早っ。うそ、さっきバクシー言ってたんですよ、あの群馬ちゃんの試合見てスカカク早えんだよなって。自分食らってんすわ。結局食らってんすわ、自分が食らってる。さあということで 1-2、 あーっと、あーいいですね、アスカらしい。さあ運びもなかなかいい風に運んで、いいですよ、安定のレシピです。これはガードしている、下、うっ、いやー、マスミ翔だ、マスミ翔だ。これで 2-2、 震えてるかバクシー。しかし開幕フラヒやるってことはバクシーも追い詰められてますよね。なかなか見ないですよね。しかし体力は相当離されていた。勝ったのはバクシー。しかし群馬ちゃん相当頑張りましたね、はい、あの傷跡は残しましたね。かなりの傷を残したはずですね。まあこれで、2-0 で、バクシーのチームが、リードしているとですね。4色の輝きチームが 2-0 でリード、はい、では次の試合移っていきたいと思います。バッツファランは座ってますね。そして小足屋四郎、バッツ小足屋四郎と、はい、竹尾空ちゃん。では竹尾の方の筐体を見ていきましょう、はい、竹尾に対するは誰になるんでしょうか。さあ竹尾ブライアン、鈴肉祭りも参加していただきまして、まあ、たまたま同じチームだったんですけども、はい、あ、はいはいはい、はい、まあ、やはり、やり込みですよね。そうなんですよ、2344勝やってるんですよ。そして名前が聖豪騎士アリス、おそらくソードアートオンラインから来てるのかなというところですが、これが小足屋四郎、デビルズピットが選ばれてますね。4色の輝きチームは、どちらか小足屋四郎とバツのどちらか一人でも勝てばベスト8へ進出、はい、クーちゃん対バツ選手、はい、タケオブライアン対小足屋四郎、開幕クイックックですね。助かってる、うまい、見逃しません小足屋四郎。あ、確定反撃ではない。いやー、いい攻めですよ。レイジ発動、あのレイジドライバーしっかりガードしている。フラヒは透かして、これは、あ、イーグルクローを狙ったんですけれども、ちょっと難しいですよね。置いてあるスマッシュ。さあしかし反対側ではバッツから1ラウンドを先制してるのはクーちゃん、取ってますね。竹尾対小足屋四郎は第2ラウンド目も小足屋四郎が試合を優先に進めている。もう横移動読んでますね。まあ、ブライアンのホーミングアタックは強力なものが多いので、はい、結構そのスティーブのウェービング等々の回避行動を潰しやすいんですよね。なるほど、
ただしあまりやりすぎるとクイックックに駆られてしまうと当たってしまうときいう読み合いが繰り広げられます。あ、しゃがんでいたか。チョッピングはノーマルヒット。さあレイジですが、ボアクラ一発止め CV。 スネークエッジ、あー狙いは良かった。確かに今動いてましたよね。すごい狙いは良かったんですけれども、まあ、よくしゃがんだというところなんでしょうか。でもガードもギリギリでしたよね今。はい、フォアシャンシローが一番ヒヤッとしたのではないでしょうか。さあしかし0-2です。これで壁はなくなりましたね。はい、中段技を置いているな。竹をノーマルヒットしてしまう。さあフォアシャンシローコンボが完璧だぞ。置き攻めで、さあ3-0。残すはクーちゃん対バッツになりますか。いい試合ですよ。おー、当て身に下段。当て身に下段でした。いやしかしでもあの下段ガードされればね、勝っていたのはクーちゃんでしたから。ギリギリです。おお、ほら横移動オッケー。さあ体力を4割近くを奪いましたクーちゃん。さあしかし同じ浮かせ技でも火力差は歴然だが、コンボミスってるけど、でもバランドが減ってますね。おーと、うまい。カゲツ当たって安定コンボ。あ、今のは明らかにスカカクのミスっぽいですよね。鬼殺しだったっぽい。狙いはいいですねクーちゃん。さあバッツは、あーうまい。 2-2。 おや、今日バッツは1回も勝っていないというあの話を聞いてます。噂がありますよねこれ。バッツは今日ダメな日な可能性があるんですけども、ファラン使いといえばのこの置き右アッパー。そうですね。うまい、あーうまい。クーちゃんが強い。強いぞ。さあダブルアップを狙ったんですけれども、うわー、これはやばい。このチームの女子はスカカクが早すぎるんだが、これでバッツが追い詰められてるぞ。あー削り中断。あ、暴れてしまったかクーちゃん。バッツは、あれ、おやおやおや、ひよっているのか。おや、さあお互い圏内になります。あ、勝ったのはバッツ。最後は青ライ、自分が信じる技を打ち切りました。いや、かなり傷跡は残した。そうですね。さあ試合ちょっと筐体ボタンを押しちゃってるので消化しちゃってください。勝ったのは4色の輝き。さあ続いてですかね。はい、はい、さあじゃあ組み合わせの方を整理し次第、はい、でき次第、そうですね、次の試合に移っていきたいと思います。ってことは今、勝ったチームはベスト8、そうですね、ベスト8に進出ですね。なるほど。いやでも女子チームかなり爪痕残しましたね。そうですよね、うん、あの、マリン・シャオユーと、はい、クーちゃん、アスカが勝ってれば、はいはい、全然、あー、もたえてますね。たらればなんですけどね、勝ってれば次につながったんですけれども、やはりあの全体通して見ててもあのスカ角の精度だったりとか、そこら辺かなり高い。さっき震えましたよ ね震えたっすね。群馬ちゃんの前の試合見てたバクシーがスカ角早いんだよなっつってたら、自分が食らってんの超面白かったっ。ゼロ震えで食らってましたね。まあでも大会なので、そのね、なんか強いチームが勝つとは限らないっていうのをなんか感じさせましたよね。そうですね。で今、配信筐体以外のところでも試合は進んでいるってことですかね。はい、はい、試合は進んでいるんですが、実況、配信筐体の方は、整理中ということです。はい、まあ、あの今勝った4色の輝きがベスト8に進出したので、とりあえず一旦はベスト8確定、決勝進出ということになるのかな。ただし今回の菅間杯のレギュレーション、まあ、菅間杯のレギュレーションはちょっと特殊で、はい、あ、お願いします。午前中当日予選が行われまして、はい、で当日予選勝ったチームが、
後々決まってくるベスト8のチームのどれか1チームを指名して、はい、お前らに挑戦するぞと。なるほど。指名できて、そこでもし当日予選チームが勝てばベスト8のメンバーが入れ替わりになるというレギュレーションなんですね。なるほど。じゃあベスト8に進出したメンバーも気が気ではないというところですね。そうですね、気が気ではないさあ、B ブロックの、お呼び出しをします。はい、ここのメインの筐体はの進行状況ですが、はい、一番下の試合が、今前衛戦が終わって後衛戦ということになりまして、はい、あの試合終わり次第ベスト8の試合をこちらでやりたいと思いますと。で、その後 B ブロックの試合を向こうでやるわけなんですが、 B ブロックの試合で、B ブロックのチーム、上板橋愛好家チーム、鉄拳打倒ピャーマー、 TC ピャーマーのチームの、エントリーがまだ済んでおりませんので、ほう、もしいらっしゃいましたらこちらまでお願いしますということです。いなかった場合は、抽選の番号自体はもうやっているので、まあ、当たった人はラッキーと、不戦勝という形で、不戦勝という形で、はい、進ませさせていただきたいと思います。はい、あと合間なので、ペコスのチームが一人いないんですよ。誰か入ってあげられるっていう人いませんか？ペコス、ラティン、タマチっていう3人なんですけど、はい、すごいメンバーと仲間になれます誰か今日エントリーしてない人 で大会出たいっていう人いたら、お、先着順ですよ。お、入りますか？お、来た、ペコちゃん、ペコスさん、ペコスさんいますか？お願いします。ラティン君来ましたね。はい、じゃあ決まりました。はい、いいんすか？大丈夫だね。はい、ありがとうございます。あとたびたびの告知になりますけど、今日巣鴨杯が終わったら、はい、僕らはね、原宿のオールナイトゲーミングフェスティバルというところに移動しますので、はい、朝方まで鉄拳やって遊ぼうっていう、まあ、いろんなタイトルのゲームのコミュニティが集まってるんですけど、はい、そこで、鉄拳 7FR も4台4席用意して、そうですね、プレイし放題、はい、順番は守りましょう的スタイルでやっていくの です、ね、私スズキングも参加します。エントリーとか入退場とかそんなめんどくさいしがらみが一切ないんで、完全フリーなんですよね。フリーで入場なんですね。あ、フリーで入場です、はい、入退場自由ですし、はい、そして何より無料ですよね。そうそうそう、無料で鉄拳がプレイできるんで、はい、でしかも何か抽選でプレゼントも当たるというような。あ、そうですそうです、はい、結構前回当たってる人多かったですよね、はい、自分も T シャツと椅子とかなんかもらいましたね、椅子座椅子みたいなな感じで、着々と準備は進行しているようですが、そうですね、A ブロックがもう、の下のやつが終わってベスト8決定戦という風なので、ここでやりましょう、こっちでやりましょう。さあ、ってことは配信筐体で決定戦。そうですね、はい、組み合わせの方がこっちに持ってきたいからこっちでいいかなじゃあチャンナツ、クラウン、ケイシン、あと土方さんじゃなくて2代目アキちゃんになるのかな、チームが。2代目アキちゃんチームと、カボちゃん、メイス、ジョナ、グンタチームお願いします。はい、こちら実況席、ね、カボちゃんチームと、クラウンチームか。ありがとうございます。はい、自分が声張っていきます。
はい、対戦表を見たい方は、実況配信前の方に来ていただければ対戦表が見れますので、ご確認をお願いします。さあ次対戦する方々準備よろしいでしょうか。準備お願いします。まずは、先方の2名を、シューディーに申告お願いします。はい、はい、申告はよろしいでしょうか。はい、じゃあ、シューディに申告したチームは、はい、台の方にお座りください。お願いします。これに勝った方がベスト8、そうですね、進出です。ベスト8一つの区切りですもんね。はい、さあそれでは準備よろしいですか。はい、それではスタートボタンを、いいですか。はい、お願いします。スタートボタンお願いします。さあでは、実況筐体、まず座ってんのカボちゃんが座ってるのは見えますが、2代目クレヤマ対ケイシンが片方で、あ、カボちゃん、カボちゃんシャオユーで出るんですか。カボちゃんがシャオユー、へえ、カボちゃんシャオユー対クラウンカタリーナ。なるほど、普段はメインとしては使っていたのはシャヒーンですよね。なるほど、シャヒーン使いとして有名だと思うんですけど、シャオユーにキャラクター変更したんでしょうかね。なるほど、あ、神殿ステージです。さあ3枚ありますね。まあ、クラウン対するクラウンはもうずっとカタリーナを使ってプレイしている、まあ、若手ですよね。若手の強豪。あ、すいません、試合のお呼び出し先にさせていただきます。ハムチャンズ、オキャンピー、シャミマル、サンロ、に B ブロック始めますね。ハムチャンズ、オキャンピー、シャミマル、サンロ、BPS、そして25、アクシャホールブラザーズ、コウスケのところまでお願いします。カボちゃん結構珍しい状況の壁コンボだったりしたんですけど、なんかその状況でも素早く頬に移行して扇蹴りで置き攻めしたり、結構なんか仕上がり気味に感じますよね。400シャオユをやっているという動きです、ね、うん、そうですよね。さあこれはレイジドライブ、このヘリ、今の赤ゲージのヘリ方ですね。会場が悲鳴を上げましたよ。いやー、カタリーナのレイズドライブのコンボの減りはね、ちょっとかなりのものですよね。そうですね。あー、いいですね。さあこれで最下層、これ以上床が抜けることはないが、あー、飛び脚かかって、またもさらにー。さあしかしめくってしまってるので、クラウンこれではワンチャンあるかと言いたいんだが、さすがにこの体力差は厳しいか。前出し生のでしたね。11です。あー、開幕思い切りがいいですね、クラウン。あ、ハイキックか、置き攻め重視、中間距離です。あ、うまいったところですね。長打連勝。壁把握はちょっとミスってしまったが、それでも十分なダメージになっている。先ほどから扇蹴りがすごいモリモリ振ってますね。そうですね。あとはこのカタリーナといえばこのハイキック、ニンブルカッターが相当強力ですけれども、はい、やっぱシャオユー相手にはちょっと打ちづらいですよね。なるほど。なんでそういった意味も含めて、鳳凰の構えはちょっとでも見せておきたいというところはあるんじゃないでしょうか。しかしカウンターヒットで、これで2本ですね。さあクラウンも動きがいいですね、はい、なんか動けてるなっていう感じが。1、2、
に、まあ、反対側では謙信がギリギリを制して勝利。そうですね、本当のドット勝負でしたね。さあヒットしてしまってますね。壁まで行ってこのダメージ7割ゲット。あー下がってますね。見逃さなかったですね。勝ったのはクラウンのカタリーナということは、クラウン・ケイシンが勝利してるので 2-0 と、あ、なるほど、いうふうになります。そうするとメスキャラ方はかなり有利な状態で次の試合に進めます ねチャンナツ と、2代目アキちゃんが、まあ、負けても2人とも負けてしまっても次につながるっていう状況です。さあ出てきたのは、あとはメイスウィンドウと、はい、グンタのポールですか。さあマッチアップはさあ霹靂翔太郎もう打つ気なんでしょうねでも相手アスカなんですよ。あ、なるほど、飛んでくる可能性があるんですよ。間違いないですね。さあチャンナツアスカ対霹靂翔太郎ことグンタ、グンタさんでいいのかなですね。あ、明らかに鬼殺しでしたね今のはなるほど、本拳の確定反撃は鬼殺しになるので、はい、さあチャンナツのアスカが中間距離垂れ流しを起点にした攻めを構築してるんですけれども、おっと軸がずれている。さあ全然霹靂翔太郎してて雷通なんだよな冗談派生水面蹴り、いやレイジマスター怖い。いやかかりましたね岩戸に。これはミスらなければ決まります。安定ですね。これで1本。あレイジ状態のアスカのコンボの減りって相当なもんですよねドライブ絡んでのあれが本当に減りますね。めちゃめちゃ減るんですよね本当に。さあうまい、いいスコトク置き攻め下段、白の矢ガードしているが大きい確定反撃にはならない。ああギリギリだったんですけれども、まあうまいことね届きましたね。届きましたね。1-1です。さあ中間距離はお互い手堅い動きをしていく。霞蹴りヒットから置き攻めに切り替えていく。おお、当て身勢対策ですよね。そうですね、キングもやっちゃうんですよね。あキングなんかは特にそのドラゴンスクリューが返し技が返せないじゃないですか、はい、なので当て身やりがちなんですけどね。闇雲もさあ大ダメージ。あーおくらあー壁の距離が相当近かったんですけど、すぐさま置き止めにフォローしました。さあ反対側の筐体では2代目アキちゃんとデビルジンが勝ったんですね。ということは霹靂翔太郎が勝てば、2対2になります。チャンナツは負けられないといったところですね。負けられないところですね。あーいいアッパーですね。これでほぼチャラダが返している。どうするか、返されてしまう。空中ヒット、あー鬼殺し確定するんですけれども、ちょっと間に合わなかったか。これで 2-1 ですが、グンタのポールの方が追い詰められていると言っていいでしょう。これはあーあーいいタイプですね。ジャンプステータス打ってます。ジャンプステータス打ってました。いやあわやというところでしたが、ここは勝ったのは、メスキャラフォーオンチーム。あいいですね、しっかりと終わった後の挨拶もしっかりしてましたね。さあ、業務連絡です。こっから B ブロックやっていきたいと思います。そして、C ブロックの受付を間もなくカウンターの方で行いますので、少々準備ができるまでお待ちください。 C ブロックの方はね、すいません、まだまだ B ブロック進行中でございますので、ゆっくりやっていきましょう。ということで第一試合は進んでおりますので、配信筐体では 4K チームナンバー 4K キョンペペンギン修造カルマンチームに対して、ナンバーセブンティーン頭ががっつりキチガイと吉光チームですね。これはすごい。米沢和光、
青犬ヤスケンチーム、バトルステージまでお越しください。お願いします。本日唯一の同キャラチーム、同キャラですね、吉光チームですよ。4枚揃えてきましたね、ヤスケンの大将やばいっすよねこれじゃあそれでは各チーム揃いましたら私の方に、先方を申告してください。お願いします。ヤスケンさん、先方の申告を。さあ、キョンペ、ペンギン、シューゾー、カルマーンチームの 4K チーム、先方の2名が決まり次第シューディーさんへ、お願いします、申告を。はい、申告が済んだチームは、同じチーム内で隣同士に座ってください。さあ全員、先方こ、と後方ですかね、分けたとしてもどちらにしろ吉光、そうですね、前衛後衛全部、ね、全部吉光が出てくる。なるほど。いやー、やりたくねえなーマジで。これ嫌ですねー、やりたくねえ本当に。勝っても吉光ですからねこの早稲田式なんですけど、この菅門式のレギュレーションって、はい、この勝った人はどんどん連戦していくわけじゃないですか。はい、1人最大3試合、3試合、4試合、まあ、決勝までいけば、あ、3試合ですかね。3試合行うんですけど、そうなった場合3人違う吉光が出てくるってことですよね。そうですね、各おのおの吉光の動かし方、キャラクター、はい、はい、かなり色が出ると思いますけれども。だってその3人目の吉光と戦う人とかもうなんかゲシュタルトとかが崩壊して崩壊してますね、頭がテンパっちゃう感じになりますよね。もうまさにこんがらがるというようなやりたくないな、はい、ということで、カルマーン対カジミツが、配信筐体となりま す, です、ね、あ、配信筐体、実況筐体。ヤスケンさん落ちましたねなんか2つの画面で吉光とカタリーナしかいないっていう。そうですね、あんまりないですよねこれは。さあ見ていきましょう。うわ、しかも両方とも三島ビルで一番狭いステージだ。なるほど。まあカルマーンが登場、カジミツがどこまでその吉光ムーブでいけるのかが、振り向いたところライトアルマンチからね。もういっそのこと3発目食らった後ライトを読んでたら振り向かない方が良かったまでありますよねなるほど。ああいう時はこれで1本。さあ早い展開、カルマーンが1ラウンド先制。周りのガヤも集まってますね。カルマーンはかなり早い段階で封刃に到達してたカタリーナですよね。なるほど。この実力はお墨付き。あー、引っかかってしまう。まあ、カジミツ、この置き攻め次第では大ダメージになる。万事層から下段をつなげていく。インプルカッター空中判定でもコンボに行けます。さあ壁やられからの浮かせ直して、あー高い下段。さあ力の手で長すぎるぞ。あー、うまい。あー、これはレジャーズ終わるかな。体力が少ないので決まりましたね。決まります。さあ1-1、これで1対1。さあ反対側のヤスケン対キョンペはキョンペのカタリーナが2ラウンドを先制している形になります。はい、さあどっか行っちゃって背面、壁やられ横パン投げ、これが通ると大ダメージになる。あ、ランディングスマッシュが補正切れじゃなかったんで、しっかり止めましたかね。しっかり止めましたね。まあここはさすがカタリーナ使いというところです。まあ 1-2 です。はい、結構その、はい、カジミツが幻惑的な攻めをするというよりは、はい、スタンダードに立ち回って戦ってる印象を受けますよね。でその状況だとカルマーンの立ち回り力が勝っていてダメージにつながっていくという試合展開になっています。あ、
ニャッセガードから距離でのやり合いが多い。続いてお呼び出しします。ここで中間距離ですが、ステージが狭いというのも一つありますよね。下がりすぎてしまうと壁を背負ってしまうので、ゾウ太郎チーム。さあ第4ラウンドは梶光優勢だったが、これはこれはレイクで引っかかってしまう。うわー死んだー、減りすぎだって。マジかよ、減りすぎだって。置き攻めどうすんのって考えてたんですけど、そうですね。うわ口準備してたのに終わっちゃったよ。ということで、カタリーナ2名が勝利、キョンペ と、ね、カルマンが勝ってるので、あとはペンギン修造残す。はい、スタートボタン大丈夫ですよ。はい、お願いします。スタートボタンお願いします。いやこれで吉光2枚が駆逐されていきましたがカタリーナに、はい。で残す吉光は、米沢牛、あと青犬さんでいいんですか。ですかね。これさあマッチアップで対するはペンギン収蔵。収蔵はクロエ、ね、クロエですね。そしてポール、ペンギンはポールですね、はい。まあ、団員で見てしまうと米沢牛と青犬が、はい、まあね、もし2敗を背負ってたとしても、はい、この2人がこらえることができればということで光栄なんですかね。まあ倒さなければいけない、うん。まあ、クロエの収蔵、吉光クロエとか見て、うわすげえなこれ、すごいなカラス天狗なのか、マグロカツオしょってんのか分かんないけど海と山のハイブリッドハイブリッドですね海幸山幸ですねさあさあ、修造のクロエといえば全国最高段位ですか、修造のクロエが。なるほどな気がしますけど、いやムーブがいいですね。しかし体が小さいのでちょっとコンボが入りづらいですね。うわー、吉光あ、吉光してるな、吉光してるな、青犬の吉光あんだけ前出ししてますからね。さあしかし体力は相当リードしてますよ青犬。さあレイジ収蔵がレイジ出せるか。あーカウンターヒット、おや時間がないぞ。どうなんだこれ、シャカパン全体王です。レイジドライブ使っていて7秒6秒。さあ収蔵我慢強いがどうなのこれ。おおこらえましたね、これは吉光使いですわいやめっちゃ時間使いましたよ。見てください、反対側の筐体リーチかかってきたら、そうですねめっちゃ時間かかりましたね今、まあ、これで第2ラウンドです。修造対青犬、まあ、確定反撃ではない、まあ、中段、おっといい速さ。これは潜って対面から吉光していく。しかしかなりアクロバティックですね、この両面は。ごちゃごちゃしてますね殴りかぶとから、おっとこれは通って KO、 なんかの行動を吸ったっぽいですよ ね、 そうですね。投げ抜けが入力できませんでした。さあこれで 1-1、 中間距離でのここの攻防、お互い削り合いにはなってますね。かなりいい勝負が続いていますね、はい。さあ中段派生、反対側では米沢もう1本取っている、はい。まあ、この吉光チームは2人とも勝たないと次には繋がらないので目が引いても負けられない戦いです。さあ反対側筐体米沢牛がこらえてファイナルラウンドフルラウンドです、ね。さあそして青犬もかなり頑張ってますね、修造を相手に体力リードを取っている。だけだ、しかしそうですね、これは潜っている、殺しきれるのか。メイジャーズ完璧です、壁がしっかり見えてますね。まあ、反対側では、最後ラッキーまでちゃんと入ってましたね。ラッキーまで入ってた、はい、入力は完璧ですね。おーっとこれで吉光が1本取り返している。青犬がもし修造に勝てば
中堅対決になるんですが、これは背付けからの修造がさすがの立ち回りを見せている。下段下段、リスクを犯してでも前に出なくてはならないのか。青犬レイジを生かしたい。踏んづけて、あるあるぞ。熱波否定していく修造、まだ残っている。下段、修造がこらえた。そうですね、2本取ってたので前ダッシュの下段がいい選択肢でしたね。さあこれでベスト8進出を決めたのは、あ、じゃないですね、ま、そうですね、こっからベスト8の試合です。じゃあ修造チーム、 4K チームは連戦で、片方で勝ち上がってきたアキちゃんハウルブラザーズハウルブラザーズハウルブラザーズ、キッタンオリー ABC 剣をお越しください、はい。前衛 の、の2人ですね、決まり次第、シューディーまで、申告をお願いします。はい、はい、決まった方は、席の方をお座りください。はい、申告がお済み次第席の方までお願いします。大丈夫、申告一度しといてね、しはしたからね。はい、オッケー、うん、オッケー、はい、オッケー、戦法決まってんだったらオッケーです。はい、よー、座っちゃって。それではスタートボタンをお願いいたします。さあ着々と進行してまいりましたね。はい、ここで、登場するのは、チームは、キッタンアスカ、オリヨシミツ、ABCDFG クラウディオ、ケンジン、はい、はい、対するは、キョンペカタリーナ、ペンギンポール、修造クロエ、カルマンカタリーナとなります。はい、あ、カルマンはヨシミツ連戦になりますね、これは。なるほど、じゃあ先ほどの、はい、対戦を生かしながらという形になるのか。はい、そうですね。さあ対、反対の筐体側はスマートキョンペカタリーナ対、ケンジンですね。剣の陣、武帝対決になります。まあ、開幕から動いていくのはカルマンのカタリーナ、カウンターヒットで、そうですね、先ほどからこれが刺さる。さあ、うわー、しっかりしてる。さあ、確定してますね。まあ、吉光は中間距離、その吹雪を打ってこない限りは、はい、結構そのしゃがみから下段の卓をかけてきたりだとか、万字層を置いてたりだとかで、はい、結構下段の起点にすることが多いんですよね。なるほど。なのでジャンプステータスを置いたりしゃがみ待ちをしたりっていうのがカルマーンの吉光対戦中の意識しているところというところでしょうか。しっかり対戦の中でも対策を意識してますね。で、中段が当たらない距離にいる感じがしますよね、はい、カルマーンは。なるほど。スピードの主要技の中段、吹雪以外は多分つかるような距離にいることを心がけている気がします。さあ、しゃがんでる。しっかりしゃがんでますね。いいですね。さあ、これはおっと、壁の位置が微妙。あー、おや、これはまさか、マジかよ。しっかり扇風券置いてあった。それはダメだと言わんばかりでしたね。こっち来んじゃねえという感じで、これで1-1になりました。さあ、オリが、あー、先ほどが刺さりますが、今度が先ほどから大会の緊張感。あー、今度はしっかりしましたね。あ、オリもなんか自分の引き出しをどんどん見せにいってる感じがしますね。いや、壁を刺さらずか、壁を刺さる。下段、今見てから万事層ガードしてるが、うまい。下段さばき、コンボはミスになってるがダメージに伝わってる。我慢はしている。あ、 かっこいいんだけど、締め方かっこいいな。これ今のところのラウンド状況は、はい、アキちゃんホールブラザーズが両方ともリーチをかけてるってことで、はい、かなりいい状態ですね。そうですね、はい。サッカーのテールが長い。あー、これは刺さってしまった。さあ、壁に当然行ってアクシスラップまで確定。これで一
対に。やすやすと第4ラウンドを取りましたね、カルマン。あ、またもう、うまいな。これまた軸をずらして背面狙い、よく耐えました。あ、スライドシュート、タクト反撃になる、うまい。スカカク気味の下段から命をかけた吉光ブレードが、そうですね、命かかってましたね、今のね、相打ちになってしまいましたね。さあ、しかし反対側では秋田ホールブラザーズの剣が勝利しているので、はい、これで 1-1 になります。これで 1-1 ですね。おい、フェギーさあどうなる、ね、さあどんどん集まっていきますね。さあ、柄が悪くて有名です、すいません。いいですよ、いいですよ。エリア04もすいません。これが大会ですよ。いいですね、ありがとうございます。さあ、準備ができ次第スタートボタンをお願いします。スタートボタンでお願いします。さあ、出てきたのはアイマスキッタン。はい、キッタンのアスカ。これは、ね、エントリーからメンバー変更が、はい、あったってことですか。そうですかね。対するは誰になるんでしょうか。ペンギンになるのかな。ですかね、まあ、違うわ。あ、修造ですね。修造クロエですね。そして、ABCDFG クラウディオ対ペンギンポール、はい、さあ、ドラゴンズネストが選ばれている、はい、キッタン対修造。あ、結構アイマスな感じ。あ、出てますね。アイマスな感じですね、さすがに。今度アイマスオフもあるという話があったので、ね、さあ、準備はしているのか。さあ、お互い静かな立ち上がりです、はい。手堅いですね、はい、距離の取り合いから始まる、クロエ対アスカっていうカードでこの試合展開はあんまり見ない感じがしますよね。すだれはしっかりガード。いや、本当に削り合いですね。削り合いです。30秒経ってるのにお互い体力半分ある、はい、どこで大きく動くか、そのまま行くか。まあ、もともと修造が防御的なプレイヤーなので、それを知った上でキッタンがこう立ち回ってるって考えることもできますよね。合わせていくのか。生の、さあ残り10秒だが、あ、これはキッタン美味しいぞ。あ、使ってしまって、そこにレイジアーツ、深かくレイジドライブ。これはいや、見せましたね修造。見ましたね。残り4秒ですね。先端ヒットなのでコンボに行けないと見て置き攻めに切り替えていく修造。さばいている、さばいて、これは壁まで行くでしょう。このヘリですね。壁攻め継続することができるか。キッタン修造は徐々に壁から離れていく。また押し返して壁を攻めたい。あー、2発目しゃがってる。しっかりものすぎるぜこいつ。レイジドライブ。いや、修造のいいところが出ましたね、はい、ああいうところが非常にうまいんですよね修造は。先ほどからラッキー外しませんね。さあ、相打ちで損をしたのはキッタン。これで2本使っている。あ、勇気を出して前出しに行きましたよキッタン。ちょっと守り合いでは分が悪いと踏んでるのかもしれないですね。もう修造の防御力が非常に高いので、徐々にラインは上げてますが、どうだ。あ、やはり守りが固い。ジャブで割り込んでいく。投げはさすがに通らないが、ちょっとやりづらそうなキッタンからそんな印象を受ける。あー、後からはしかもフォローはしっかりしていたが、出し切り。あー、確定反撃を入れてきた。あー、しっかりしてますね。さあ、修造が勝利。さあ、横ではペンギンのポール対クラウディオ。なのでペンギンが勝てば、おー、そうはさせない。すごいイラが、 ABCDEFG すごいイラが。さあ、この試合で勝つかどうかで次の展開が決まります。あー、いいとこ引っかかったか。
あ、フォロー効いてますね。さあ、置き攻め重視ですよ。使っている。割り込んでいくか。あ、これはドーン。あ、これでペンギン、シューゾー、カルマン、キョンペチームが勝利でよろしいですか。ね、はい。あ、はい、神板橋愛好家チーム来てますか。来てますか。受付済んでなければ対戦相手の豪気早くキエローズを不戦勝扱いとします。さあ、とりあえず豪気早くキエローズは、まあ、どちらにせよ試合になるのでこちらまでお越しください。ネロ有楽町クラウディオ、ジャココヨシオ、ジャココヨシオチーム、はーい、こんにちは、いらっしゃいませ、こんばんは、はい。さあ、あ、そして対する上板橋愛好家、先ほどお呼び出しいたしましたがどうなってるでしょうか。来ていないかな。いなければということですが、まあ、スタッフの方が確認してますので少々お待ちください。いますか、上板橋愛好家チーム。いらっしゃらないようでしたら、さあ、コウスケさんの確認が済んでるでしょ。いない、はい、じゃあ勝ち上がりです。ということで早速ベスト8の決定戦やっていきたいと思います。なるほど。ゲイハラ、ジェイ太郎、レイル、ハル君のチーム、29番倉橋光平チーム対豪気早くキエローズということでやっていきます。じゃあそれでは私に先方をお願いいたします。で、キョンペが勝ったね。はいはい、はい、決まってます。巻いております。はい、巻いております。だんだんあの時間が OK になってきてます。はい、いい流れですよ。あります、いいですね、はい。じゃあ先方の申告をお願いします。 C ブロックの抽選がまだなので、はい、それでは、前衛決まり次第、シューディーまで、申告をお願いします。はい、申告が終わったチームは、前衛の2人は、台の方へ、お座りいただければと思います。さあ、どうでしょうか。はい、主人さん OK ですか。はい、ありがとうございます。はい、それでは全員のお二人お座りください。よろしいですか。はい、はい、それでは、準備ができ次第スタートボタンをお願いいたします。さあ、これで、B ブロック、ベスト8へ向けてですね。さあ、出てきたのは吉尾陣。さあ、マッチアップはどうなるのか。選ばれたステージはトワイライトコンフリクト。あ、これは陣対決ですね。さあ、互いの陣がどこまで対策見せていけるのか。あ、開幕は、あ、タイミング当たって壁までは行く。そして小ダメージ5割ゲット。下段から壁は逃がさない。これで残り1割削り方。さあ、相当前に来ますね。いいですね。これで P ですね。いいですね。はい、開幕右シャーバンか、シャーバンからスタート。さあ、お互いやはり近距離。
消し合いにはなるのか。有利取ったと。おお、ここで右回し出してますね。壁コンボもバッチリでしょう。これで5割。さあ、ワンツースリーまで取って奈落に行っていったが、スカピル。さあ、ここが鍵というところをワンツーで暴れている。そしてワイグルでフィニッシュと。さあ、これでもう2本ですね。さあ、吉尾がだいぶ仕上がってますね。仕上がってますね、ここまで自分で試合を作ってる展開は見えてきます、この状態から。壁は近づきないが、しっかり上段しゃがんでいる。壁まで。さあ、ステップも挟んでノリノリか。ここでからだけ割りヒットからの残り体力に削り切ること。ということで、まず上太郎が1本取り返してラウンド4。これは逆三立ていけるのか。奈落はガード落ち着いている。残りで5割。さあ、攻めに反撃もしっかりしてますね。してますね。ああ、飛びましたね。ここでバッタ決めてから、はい、切り返していく。さあ、受け流しからも壁は継続しているが、ここで決めればというところ。かなり怖いね。有利有利。ここで決まる。ノリノリでしたね。いや、素晴らしいですね。さあ、合計早く消えろとか1本取った中、片方の筐体ではネロがどうするかと。あ、2代目というところ。さあ、ダイヤシをこすってきて、はい、1本取り返してラウンド42代目じゃここ。あ、これはダメージ注目。どんどんどんからのどんどん。超減った。あ、だこれ取れよ。いや、大事故でしたね。まあまあ、でも結果11ですから。まあね、はい、ということで光栄の2人お座りください。はい、さあ、光栄の2人お座りください。いやー、大変なものを見ましたね。いやー、なんかバカにされてましたね正直。あー、なるんです ね, ねみたいな空気はあるもののさあ、スタートボタンの方を押しちゃって大丈夫です。さあ、出てくるのは、あー、有楽町クラウディオ。そうですね、かなりここの豪気早く消えろず、東大の若手をの強いやつがっつり集めましたみたいな、はい、チームの中はちゃんと吉尾君もあの大御所で待ってるみたいな。まあ大御所っていうことでもないですがさあ、このメンバー構成かなり期待のできるチームですからね。さあ、マッチアップはどうなるのか。さあ、どっちになるのやらというところではありますが。なるほど。さあ、ジャココ対レイルリンク、そして有楽町クラウディオ対ゲイハナと。はい、これで、スザクブテの形。そうですね、はい、さあ、選ばれたステージはデビルズピット、そして三島道場。さあ、壁がどこまで生きるのか。コスチュームも仕上がっている。相当仕上がってますね、これ。で、さ、こちらはおなじみの黒と赤に身を包んだ有楽町クラウディオと。さあ、有楽町クラウディオ側を見ていきましょうか。そうですね、開幕ダメージを取ったのはゲイハナさんの方ですね。ここで両番投げを通して体力を逆転するのは非常に置き攻めもいいですね。こっからチョッピングエルボーがカウンター。カウンターいきましたね。壁まではしっかりがラインを戻せるか。ここで来るから前に行く。あー、いいスカイエンドドロー。引き入れましたね。デンデンデン、大きい攻め。大きい攻めでダメージを奪っていった。まずはヒマジンが1本。しっかりやはり決めるところは決めてきますね。そうですね、かなりやはり落ち着いてるというか、こういうのバラリもしてるのでしょう。4番は抜けている。あー、いいですね。あ、有楽町クラウドといえばこのスカイエンドドマの精度。そうですね、かなりあのいろんな打ち方分けをしっかりと使っているプレイヤーではないでしょうか、はい、この状態から。しかし、ゲイハナも追い上げていく。あー、出し切りますね。ワンツーワンツーロー、フィニッシュを決めて、いいシーシー、いい試合だ。
おおおかかん。さすがにこのまま奥を見せるが、しかったところシャーガパンで止めていく。なんか結構、はい、有楽町クラウディオ側から読み合いを仕掛けてってる状況が多いですよね。動きが見られるのはやはり有楽町クラウディオ側が壁まで行ってこのダメージ。キックオフが見えましたよ。まあ、あれ当たってればね、熱波選択をしてたらもう、はい、置き攻めが強力な置き攻めが待ってるので。なるほど。これで、壁はなくなった。まあこうなってくると、はい、ブライアン側の方がやりやすいカードにはなりますよね。さあ片方では、あ、これ潜りますね。ジャココが負けたので倉橋公平チームが一本取っている展開。なるほど。さあここはゲーハナがもし勝てば2-0になるわけですか。はい。さあスカイングの前の果敢もきっちり。そうですね、ここでゲーハナが決めてしまえばベスト8が決まる。はい。まあ、ワン・ツー・スリーから中断だったけど。さあ有楽町クラウディオ負けられないが、あと1ミリこの1ミリからあるのか。残り18秒。ガードしてるが、ガードしてる。時間がない。当たってくれず。どうなるの。あー、シャガパン。いいシャガパンでしたね。さあベスト8決定は倉橋公平チーム、おめでとうございます。いやー、この有楽町クラウディオのチーム、はい、優勝候補に数えてもいいなと思ってたんですけれども、ここで敗れましたか。そうですね。というわけで倉橋公平チームは、ゲーハナ・ジェイタロ・レイル・ハルくんという、チームになりました。はいはい、続いて C ブロックへ移ります。さあ、C ブロックの方ですが、エントリーが今のところ6チームあるということですね。はい。2チームが消息不明と、はい、おやということで、結構まあ割と嬉しい組み合わせにはなってるんじゃないかなと。はい、どのチームが来てないんですか。コウスケさんがプロジェクト JK が来てない。プロジェクト JK、 またまたすごいチーム名ですね。と比嘉無双。比嘉無双。プロジェクト JK は新宿チームっすよね。なるほど。全員来れなくなりました。はい、あざーす。ありがとうございます。報告ありがとうございます。なんかプロジェクトに問題が あったんでしょうね。多分いろいろな問題が多分あったんでしょう。はい、プロジェクトの準備をしてたんですけど間に合わなかったんでしょうね。そうそう、はい、ありがとうございます。さあ、ハッタはいいものの、はい、もう進行の方はいないチームは上げていきましょう。はい、プロジェクト JK がいなくなったので、はい、比嘉無双チームは順も勝ち上がりでベスト8決定戦から始めますと。はい、コウスケさん、あともう1チームいないっていうのはどなたでしょうか。あ、え、比嘉無双さん、比嘉無双さんが、あ、来ましたね、大丈夫ですね。来ました。はい、はい、OK です。で他は全員いるんですか。はい、OK です。じゃあ、じゃあそれでは、第1試合いきましょう。なんてことだ、歌舞伎モノアクチャーズ VS テカエッチスケチーム。もう実況泣かせなのやめようよ、もうテカエッチスケチームいますか。テカエッチスケチームいますか。言ってくぞ。はい、あと、歌舞伎モノアクチャーズチーム、はい、前衛の2人を、シューティーに申告お願いします。はい、そしてもう一つの試合、アンチネロチーム対エンドスケープ、アシュラ早稲田クラウディオパチパチグエモンに対して、アゴルアキちゃんパレルノットチーム、これやべえやべえだろ。じゃあそれは向こうの筐体でやりますので、コウスケさんお願いします。はい、大丈夫ですよ、2人で勝ってくださいね。 OK です。おやおや。こっちこっちこっち。はい、はい、申告が終わったチームは、前衛2人、座ってください。お願いします。はい、テカエッチスケチーム前方申告お願いします。
あー、なるほど。あー、わかりました。はい。てかエッチ好きチームいますか。てかエッチ好きチーム。ハグさん、ハグさん。ガゼパン、あー、いた。で、試合です。はい。で、集めてください。はい、準備ができたら。あ、待って待って、そこ違うチーム、チーム。そ、あっちあっち、試合や。アンチネロ、あっち側の筐体でやります。で、アンチネロの皆さんに、朗報ですが、相手は2人しかいません。イェーイ。イェーイ。ということは、1人が。でも負けたら終わりです。あ、そういうことになるか。そういうことです。1人でずっと頑張ることはできないってことですね。アキさんたち向こうです。向こうでコウスケさんの指示に従って進行してください、はい。そしてランデル、ランデルマンチームはもう今揃ってますか。ランデルマンチームバトルステージで試合です。アンチデロ、アシュラ、ワセクラ、マチパチ、グエモンに対してアキちゃんとノトだけだね。アゴル、パルルがいないのでアキちゃんとノトだけがはい、あっちの筐体でお願いします。さあ、ガゼパンチームもうやっていいですよ。はい、あっちで。さあ、来てますかね。ごめんなさあ、反対側がまだか。そうですね、ランデルマンチームが少し準備に戸惑ってるという形なので少々お待ちください。はい、なるほど。やっと気づいたんですけど、てか、DM エッチ好きチーム、おそらくツイッターで話題になったちょっと案件かなと思うんですけど。まあそうですね、はい、あ、そうなんですか。僕全然わかんないんで、はい、僕も全然わかんないですけど、あくまで予想ですからね。予想ですからね、はい、からね。まあ、DM って書いてありますからね。はい、DM って書いてあります。もしかしたら、神奈川の DM さんかもしれないもう森大作の話でやめろ、危ない危ない。これ一応拳等で乗るかもしれないんだけどそう、さあ、さあ、オッケー、こっち。はい、準備ができ次第座っていただければと思いますさあ、プレッシャーもかけていきつつの、はい、ランデルさんがね、負けねえぞと言ってますはい、それではスタートボタンをよろしいですか。やんねえから漫才してんじゃねえよ、はい、スタートボタンお願いします。さあ、ステージはランダムでお願いしますね。はい、どちらと当たるかは分かりません。ということで、はい、ググマツのフェンが登場しております。はい、対するはどちらになりますかね。そうですね、マッチアップはどうなるか。なるほど、ブライアンが当たりましたね。ガゼルパンチ松本、船橋切腹吉光ですが、ガゼルパンチ松本です。なるほど。神殿ステージですね。ブライアンでの登場なんですね。そうです、今ブライアン使いですからね、ガゼルパンチ松本は。なるほど。なんかスティーブ使いのイメージがあるんですけど。そうですね、名前だけですねなるほど。それは、はい。さあ、選ばれたのは神殿ですね。さあ、見ていきましょう。開幕ガクス、開幕ガクス、あー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 、大変だこれ。ガゼルパンチ松本ひよってるのか。ワンツースマッシュを起点にしていきますけれども、あーでもいいですね、ガクス怖がらず前出てますね。あのガクスが全てだったそう感じがあります。意識付けは完了でしょうねガゼパンも今ステップインガードでしたからね、開幕さあ、ガードしている。ワンツースマッシュカウンター、暴れを許さない。横移動しゃがみはホーミングで否定していく。はい、
下段。いやー流れは作れてますね。さあ手堅い攻めに行かないググマツ。キックオフ当たって当たる。うまうまコンボうま大ダメージになっている。あどうなんだチョッピングからうわカレーパンチで否定していく。レインジドライブの削りがまあまあいきましたね。そうですねめちゃめちゃ有利ですしね。さあ横歩きがうまいってる。背面隠す。これは確定。下段読んでいる。さあマッハキックは潰していったが中下中下と振り分けが非常にうまいですね。ググマツ惜しい惜しいギリギリ透かし確定間に合わず。ガゼルパンチ松本ここまでか。レイジを生かしたいが接近戦うわねめっちゃ動いてましたね。いい勝負だったって言ってる。いい勝負だったって言ってね。あれ言うのは何でも OK みたいな感じ。さあ反対側では、あ新しい強者が、ランデルマンからリーチを取っています。もう、ね、刻みますが、これはデスコンなんですかね、今のが。本拳がひたすら入っていく。何もしない。なんで、なんで。超怒ってるぞ、ランデルさんが。背面からしゃがんで何もしなかった気がしますけど。さあ次の方どうぞお座りください、はい、準備できればスタートボタンをお願いします。いやーいろいろあっていろいろありましたね。いやいろいろありましたね。さあまたいろいろあるのかどうなのか。なるほど、これでマッチアップがどうなるかですね。さあということで、画面に登場しているのはタクの、ポール。ポール。そして右側はカズヤが見えましたが、はい。はい。コインラグマスターのカズヤですかね。そうですね。さあポール対レオ。さあコメントは北斗宇城ハガンケン。これ、トさんでいいんですか。トさんでトさんで大丈夫ですかね。トさんでいいんですか。はい、じゃあそれトさんでいきます。はい、トさんでいきましょう、はい、さあ、竜のコスチュームなのか。さあ、カズヤとやっているのは、あ、ロジャーのハーグーシがいいですね。あ、コスチュームがいいですね。ロジャーの被り物をね、はい、まあ、やっぱつけるよな、ハーグーは。はい、使ってるのはリリですけれども。さあ、タクタイとは狭いステージです。お互いステップでプレッシャーをかける、結構その上級者特有の読み合いが続いてますね、はい、まあ、大味なこともできるし削っていくこともっていうところですね、はい、お互い守りが硬そうな印象はあります、はい、ここで動きがありましたね。ここは出会い頭にパタパタからの、あー遅らせミス。いやーいいですね、強力な壁攻め。レオの強みをふんだんに出しますね。そうですね。さあ下がっている。ああ、奥攻め気質。さあ腕を折っていくですね。闇子にはいかなかったですね。さあしかしこれでホーミングアタック気質から、さあ展開が早く、そしてかなり効率のいい試合展開になってますね。あれをあれをで2本ですね。はい、あーこんなライトも持っている。隙がねー強すぎるぞと。あーあーあああ、こっから返したい。それは可能なのかタク。あー、そして反対側の筐体でもハーグーがコインラグマスターを追い詰めていると。そうですね。うわうわ、前ダッシュ魔人でしたか。ステステ魔人ですね。ステステ魔人ですか。どうなのこれ。いや最後は敗却、まあ、1-2 敗
ハーフといえば、まあ、ロジャーでやはり有名でしたけども、そうですね、まあ、鉄拳戦はずっとリリを使ってる、そうですね、感じですよね。まあ、半分の体力奪われてるコインラグマスター、奈落行くしかないよね、行くしかない、奈落行くしかないよね、奈落行くしかないよね、やだやだ、やめて、どっち、やめて、地獄も入力早っ入力早まっ、はい、うわー、いい、うわー、確定反撃、しっかりしてる、攻撃発射がっつり、これで2-2ですよねはい、そうです、2-2です。勝った人はそのまま座って試合です。はい、勝った方はお座りください。はい、準備ができたらスタートボタンお願いします。味方が弱えよ吠えていきますね。タズはもう一回じゃねえんださあさあ、これで全然分かんなくなりました。そうですね。さあ、マッチアップとしてどうなるか。さっきの試合見ると、トノレオが相当キレキレなんですけどね。あれはもう流れを作らせませんでしたね。一生自分の流れに。そうですね。自分の流れに乗った時の勢いが。もうこの流れで殺すんだと言わんばかりの流れ、ね。そうですね。その流れを完走する能力が非常に高かったですね。さあ。なので、前衛戦で、前衛後衛戦で見た中で、はい、多分あの一番試合展開を優位に進めてた2人が対決する感じになりますよね。なるほど。ググマツとトウ。さあ、フェン対レオの、図式。はい。もうレオのリターン重視の行動に対して、はい、フェンが拒否技でどう噛み合っていくかっていうのは一つポイントになりますよね。なるほど。ググマス対トウ、まずは下から失礼していくググマス。あ、ライン押し返してきますね。はい、お互いやはり壁攻めが怖い。そうですね。レオは継続力、はい、でフェンは2択力ですよね、はい、壁際は。はいはい、これは2発目カウンター、うまい、拾えず、しかしフォローが早い。このライトゥーですわ。前面からの中段からスーパー学生呼んでいる、呼んでいる。さあ、先制はトウ。ガードしてる。一度流れ作るとお互い早そうですね。そうですね。ああ、うまい。トウが強いぞ。これはからの下段、今度も全相対、折れません、ググマツ。あー、一回ましたね。そうですね、抜けさせた投げ、そして壁コンボからの下段いけ、それも持ってるのなんかレオでやれること全部できるみたいなプレイスタイルですね。選択肢がすごい。あー、今拾い方うまいですね。そうですね、あれは右パンでフェンだったら拾うことができる、なるほど、レシピですね。気質、流れを作らせない。ちょっと待って、1ラウンドも取らせてないぞ。トウ強っ、あっという間。さあ、そして反対側でもハーグーがリーチをかけてるので、これの取れば勝ちですかね。そうです。てかエッジスキーチームは、はい、てかエッジスキーチームはこれでハーグーが勝てば勝利。さあ、有利から、いや、やはり横糸が強い。スライディング、守りが固い。どうなるんだ、出し切ったけど届かない。強者は守り体勢なんですけど、有利、あー、飛びましたね。切り替えていきましたね、はい、これで2-2。これで強者が勝てば大将戦へと、大将戦ですね、はい、もつれ込みます。あー、割り切ってますね、はい、竜王霹靂将、壁には届かず、知らない。壁攻め、ハーグ後がない。ああ、うまい。さあ、しかし、はいはいはい、ヘルつなぎから置き攻めは踏んづける。ほぼイブン、読み切っている。フロックキック、ヘリック、どうだ、
あぶねえ、うわぁ確定発撃だー、ハーグ強い、あれ攻撃発射ですわ。このチーム強いぞ。あー強いなさ あ, あそれではあちらの試合は終わってるらしいので、はい、もう一つの1回戦、ラティンペコス春助青の代役を含めたゆとりモンスターズチーム、はい、代役はごはんさんですね。ごはんさんですね。はい、かしこまりました。それに対して G 馬鹿おまん石1413の方どうぞ。エンドスケープは、先お、まだやってますね試合。2人で勝ってる。なるほど。え、はい、2人で2人を抜いて、先ほど言っていた2人チームですね。そうですね、はい、まずは2人倒してここからどうなるかという展開ではありますが、さ あ, さあ試合ですね。はい、G 君のチーム対ラティンたちのチーム試合になります。ラティンのチーム今呼びに行きましたかね。いますか。そうです。あ、エントリー向こうでやってますから、うん、カウンターの方、はい、あ、相手がいないのでペコス出番だよ、負けろハマチ試合だよ。ペコさん、ペコスさんのチーム試合ですよ。いますか。あー、いましたね。はい、どうも。はい、前衛を決めたらシューディーに申告をお願いします。はい、お願いします。じゃあ、G 君たちのチームは全員揃ってるかな。あ、了解です。じゃあもしかしたら、はい、あ、ほんと、あっちに回しちゃうかも。あまあそれはそれで進行的にね、はい、ということで、はい、さあ G 君たちは G 馬鹿オマーンシン出ましたね。1413、はい、1413、石井さん、あ、石井さん、石井さんか、なるほどね、なるほどね、石井さんだ、はい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 、ボブ、ニーナ、シャオユー、ジェシー、ペコスチームは全員揃ってるのかな。あ、で対するが、ペコス、ラティン、ハマチ、ごはんというチームです。はい、構成としてはボブ、レオ、ごはんさんはペンなのかな。はい、で、タマチがシャオユー。アゴルいなくても勝ちました。はぁ、あ、なるほど。あ、アゴルが遅刻してるんですか。はぁ、あ、でもアゴルがいなくてもチームは勝ったと。なるほど。さあ、そしたらじゃあ向こうにこれ回しましょうか。はい、じゃあ向こうにラティンチームとジー君チーム、向こうで試合にします。向こうの空いた筐体で試合にしますので、コウスケさんの指示に従ってください。それでは、録画筐体、実況付き筐体の方では、はい、手がエッジ付きチーム対2人チーム、さあ、パルルは間に合っているということは3人になったわけですね。3人になったんですね。はい、はい、ということで、アキちゃん、パルル、アキちゃん、パルル、のとさんもこちらにお越しください。バトルステージの方にお越しください。はい、パルル、はい、いらっしゃい。はーい、さあ、さあ、3人チームではありますが、はい、私の方に、試合の方申告してください。お願いします。前衛を申告中ですかね。はい、はい、
さっき読み上げたチームは配信台以外での試合になるようですね。はい。なので、今ハーグーとトが大活躍したテカエッチスキーチームのガゼルパンチ松本とランデルマンハーグーチーム、はい、対、アゴルチームでアゴルが遅刻してると。なるほど。いうことで、アキちゃん、パルル、ノトさんか。そうですね。の3名。ランデルマンチームいますか。ランデルマンチームどこ行っちゃいましたか。ガゼパンチーム。ガゼパンチーム試合ですよ。ガゼパンチーム。ガゼパンチーム試合です。はい、ガゼパンチームいらっしゃいまし。はーい。前衛の申告ですかね。はい、そうですね。あ、OK、それはもう OK です。やってます。はい、ガゼパンチーム。G 君たちとラティンたちのチームは向こうの筐体になります。バトルステージじゃない筐体でやりますのでよろしくお願いします。じゃあランデルマンチーム先方お願いします。ですか。はい、じゃあ決まったチームは、前衛の方、お座りください。はい、お願いします。というわけで、はい、見ていきましょう、はい、座っているのはパルルとアキちゃんですね、池袋勢チーム。まあこのチームはアゴルが遅れていますので3人で、はい、戦っていくことになりますので、まあ、圧倒的不利ですよね、はい、対するは、ガゼルパンチ松本と、ランデルマンハーグチーム、はい、まあ津田沼勢ですかね。まあまあ千葉勢っていう感じですよね。さあマッチアップは、はい、あ、パルル対ガゼルパンチ松本。さあまた心霊ステージですね。はい、片方ではランデルマン対アキちゃんになっております。はい、逃げ場はない、諦めろ。さあというわけで見ていきましょう。パルル対ガゼルパンチ松本のオンライン対戦を普段やってるとラストのマッチング率がすごい低くて、そうですね、ラース慣れしてんのかどうかっていうの心配になりますよね。久々に見ましたね、はいはい、さあまずは開始10秒からパレルペースだったんですけれども、はい、ガゼルパンチ松本が壁攻めで追いすがる形になるが、体力差はじりじりと引き離されていく。よーし、さばきましたね。これは床を破壊するでしょう。フォアクラッシャーから挑発、あれが入ればというところですが、ラースは判定が後ろにあるので、ね、なるほど、挑発も当たりづらいんですよね。わー、挑発今なんで当たんなかったのって感じ。ショートアッパーの潜り性能が発生したんですかね。当たるかと思ったんですけど、先にショートアッパーは。さあライトニングは2回目でヒット。ジリジリしてますね。はい、切りついています。床掃除して、いや気まずい間、間がここはカウンターヒット。先ほどからガズルパンチ松本選手はちょっと何もしないっていうところを置くのが、はい、この男の鉄拳はちょっと想像できないかもしれないですけど、手堅いんですよね。なるほど。ガズルパンチ松本の鉄拳は基本的に手堅い、はい、さあ1-1です。水面から確定反撃にならず、ブラックアウトコンビネーションを打ったっぽいんですよね、はい、それがストマックコンビネーションに化けてしまったっていう感じでしょうね。今のはこの減りですね。ラースは壁コンボが本当に減る。当たらない。うわー、マジかよ。2回目、あえてだったんですけど、そのハチェットキックもさらにガードしましたね。さらにガードしました。あ、これですね。この壁コンボで大ダメージになる。半分。でもこの挑発の動きを見てると挑発の精度に自信がありそうですよね、はい、ガゼルパンチ松本は、ね、さあ反対側ではアキちゃんのデビル陣が勝利している。ガードハチェット行く、ガードしている、しっかりしている。やはりラースは
下を打ちに行こうとしてもどうしてもリスクがつきまとうキャラクターになりますね。なるべく確定反撃は透かし確定でダメージを取っていきたい。さあこの壁コンボは超減る。ここまで抜けて下段早い展開作っていく。スライディングから中段、いや流れ崩しませんでしたね。展開が早かったですね。さあ 2-0 となりました。さあそれでは、エンドスケープは残り1人、やってください。これでエンドスケープ1人勝ってしまえばそのまま勝ち上がりですね、はい、で、残り2人はそこの座ってください。でどっちかと、あ、これはどっちかと当たるってことですか。そうですね、はい、当たらなかった方ははい、そのまま勝ちということでお願いします。なるほど。じゃあ今2対1ということですね。そうですね、実質2対1でエンドスケープがリードしている状況です。なので当たった方の試合だけ見ていけば大丈夫という感じです、はい、さあどうなったか。マッチアップはもうしましたかね。そうですね。さあ出てきたのは野党がトト当たるっていう、そういうことですね。まあ先ほどからトのレオかなり流れを持っていってますけれども、あれと、トのレオってラウンド取られました今日。いや、おそらく俺、私見た中では取られてないですね。すごいですね。さあ、そしてその火力が助長されそうな神殿ステージが選ばれました。能登のレオに対する立ち回りっていうのをちょっと見ていきたいですよね、はい、さあ、無理に接近して技を打とうとすると肘筋系にカウンターを取られそうなビジョンが見えますが、このカードどうでしょうか。やはり自分の距離で戦ってますかね。はい、さあヒット&アウェイのような感じで着実にダメージを積み重ねていってるのは能登のレイヴン。そうですね、行った時は当てて下がる、はい、そうですね。なのでトモいつ行ったらいいのっていう感じになっちゃってますよね。さあ 1-0 流れを止めるには最高の戦略かもしれないですね。はい、ワンツーからこれなんですよね。このレイブンとか、はい、ラースみたいな判定が後ろにあるキャラって、はい、肘筋系の肘を一発ガードした時点で、はい、バックダッシュをめっちゃ頑張って入れると、はい、2発目の膝を避けることができるんですよね。なんかもうすでに今日2回あったと思うんですけど、はい、レイブンは結構これになりやすいんですよ。ある意味キャラ特性を生かしてスカカゴを決めていきたい、はい。まあ、ここで当たると一度流れを持ったら怖いのがとこれですね。おっと軸ずれ届いている。踏んづけてしゃがみステータス投げが通ると、これは割れるが距離遠くない、やっぱり、うん、ああトゥースマンならない。横移動できず、ずっと中でしたね。背中で語る。これで 2-0。 さあ連続ヒットして中段下段が匂いましたね今ね。しゃがみに当たってしまう。あ、でも流れを作らせませんね。ジャブ置いて、そうです、この距離感がかなりのとはいいですね、はい、とがやりたいことをさせない立ち回り、立ち位置をキープしている。この壁、壁攻めは中段、ジャンプステータスなので大怪我にはならないが、その後の置き攻めも強力。レイジオン、なるほど、ガードしました。はい、2-1です。こらえましたね、はい、と1本取り返しました。下段下がり体勢になっている。まさか、さあギリギリバックステレスかせないのは HRK。 あまさかヒットしてしまうと、これは壁まで運んで、うわ、置き攻めと後がない。いやスラッシュキックいいですねということで、これはエンドスケープチームが勝利になります。立ち上がりですね、ベスト8確定です、はい、おめでとうございます、はい、アゴルはいつ来るんですか、ところでところで、そうですね、来ない、来ない、今は起きた。あ、じゃあ間に合いますね、大丈夫ですよ、はい、多分間に合います。仕事大変だからな。なるほど、そうしょうがない、ね、
さあ向こうの試合次第というところではありますが、ガッツポーズをしているのはどちらでしょうね。ちょっと見えませんが、あ、ラティンチームがそのまま勝ち上がりとなったようですかね。はい、じゃあそれでは、ラティンチームでいいのかな。はい、はい、じゃあベスト8の決定戦そのままやっていきたいと思います。ラティンのチームに対して不戦勝で勝ち上がったヒガムソ、バトルステージまでお願いいたします。はい、はい、じゃあヒガムソチームいますか。ヒガムソチーム、はい、どうもです。はい、前衛が決まり次第、シューディに、申告をお願いします。さあさあバトルステージ初登場はペコスラティン田町ご飯チーム。まあ一番最近行われた大きな大会っていうと天下一格ゲー祭があったと思うんですけど、はい、このチームのラティンとペコスが、はい、チームを組んで優勝してるんですよね。優勝者2名がいますね。はい、そこに群馬の強豪田町とご飯が参入する形になりました、はい、このチーム対する、ヒガ無双は、はい、ヒガスナッチ黒沼田、はい、ラースレオ黒エアスカというチームですね。ですね、かなり幅が広いような、なんかあの癖があるキャラクターですね、揃ってますよね。はい、準備よろしいでしょうか。はい、それではスタートボタンお願いします。はい、では、登場するのはご飯のニーナ。はい、ご飯っていうと昔から群馬で有名だったジュリア使いだったんですけど、鉄拳セブンでフェン使いを得て鉄拳セブン FR はニーナと、なるほど、結構苦労してる、そうですね、感じなんですよね、はい、クラウディオか、そうか、フェンじゃなくてクラウディオだったらしい。どっちにしろ苦労してますね、まあ、そうですね。ということで日が対ご飯試合見ていきましょう。さあ、ラース対ニーナの構図、はい、そうですね、はい、片方側は、レオ対シャオユーの構図ですね。今日ニーナは初登場ですね、配信台には。はい、まあ、早い展開を組み立てていくのはご飯のニーナ。これ引っかかりますね。壁コンボ置き攻め重視からの、いや、首刈り投げが抜けられず、あー、確定反撃になっていない。削っていきますね。1フレ遅れましたかね。ヒールストロークは13だったと思うんですけど。なるほど、はい、お、拾っ、スプリングキック拾っていったか。さあレッグスイープ、ジャブから、お、早い展開で右アッパーを置いている。距離もバッチリですね。はい、あ、これニーナらしい攻めで、そうですね、削り取っていきましたね。シェイクを絡めた攻め、これで0-2。当初はさばいている。スカ硬直が短いぞ。バルコニーブレイク、これはさすがに壁までいかないので、いい、ね、競争勝破で吹き飛ばしていく。強いぞご飯。さあマイナス14なんですけれども、展開が早くて返せない日が、ヒガラースも取り返したいが、カウンター人地上ヒットしてる。そうですね、見たことねえ。あ、これは、あ、当たりましたね。当たりますね。これで流れを持ってくればあるいはという感じですが、あー、うまい、いいところに置いている。おっと、おや、トゥースマ、あー、ストライブ減ったさあこれでご飯が勝ち、そしてその反対側でも田町がリーチをかけているです、ね、チームとして2勝に非常に近い状況。大喜利が当たってますが、スナッチ後がない。あー、価格しっかりしてましたね。見逃さない弱連。さあこれで0-2になりました。で残すはラティン、はい、ペコス、そうですね。で、対するヒガ無双チームは、はい、クロウのクロエと沼田のアスカが残っております、はい、なるほど、公演に優勝者2名を残したわけですね。ああ、なるほど。お、
そしてまあペコスボブがまあ復活ということになったんですよね。ペコスも結構ボブがいなかったせいがあって結構メインを迷走してた時がありましたよね。シャヒーン使ったりキング使ったりと。そうですね、一時期キングをやられてたのはすごい印象に、うん、ありますけれども、まあ、結局ボブに落ち着いたってことでこの間の展開地確定祭なんか非常に強そうでしたよね。ペコスもボブはやはり一度ボブから離れた方々はまたボブに戻ってくるような、あ、なんかそんな感じありますよね、はい、今ね、はい、ということで沼田のアスカ対ペコスのボブ、はい、アスカボブ、はい、どうなんでしょうね。接近するのがちょっとアスカ側が大変かなみたいな感じはありますよね。さあ開幕さあ広すぎますね。ステータスを生かして接近することができればあるいはって感じなんでしょうけど、ペコスもボブを相手にそれを成し切るのはちょっとなかなか大変ですよ。ああいう大胆さもありますね。さあこのレイジャーガードガードしてる。うわあ、マイリョーパンね。使い道がないんで、はい、ああいうところで見せていきたい。ああいうところで使ってみましょうって感じで。あ、うまい横移動しゃがみから、しかし入れたところでしたね。まあ、やっぱりカウンターを伴ってダメージを狙っていかないとなかなか難しいところがありますよね。これで半分下段有利から、下段有利から、まあ、だいぶいいダメージ取りましたよ。また、まあ、このレンジをどうするか。うまい、しゃがみが見えてねえぞと言わんばかりの速さのスピナッチ。さあどうする、お互い体力はほぼ五分の状況だが、おーっと、ここは前々 RP ヒットしている、はい、引っかかりましたね。はい、これで1-1当たればよしという感じで打ちに行ったのが見事ヒットしました。確定反撃になる。なるほど、勇者蹴りがあんまりちょっと機能しづらいっていう感じがありますね。これですね、このガードされても別にみたいな中段の長い中段を持ってると勇者蹴りがあまり怖くないんですよね。あ、というわけでペコスのボムがもう安全圏と言っていい体力。お、ああこれは背面になってるがコンボいけますか。難しいですよね。そうですよね、4番投げ、しかしこれで分からなくなってるぞ。あー、あー、コンビネーションミンチしっかりしてましたね。いや、しかしあわやでしたね。はい、あのアスカの下リョーパン、サシロを当てた後最速入力だとエイジドライブが繋がるんですよ。なるほど、最速じゃなかったがゆえに起きて当たってしまった、はい、地上ヒットしてしまったということですよね。うわー、 あー、いいですよ、投げ抜けを誘ってそこに龍射蹴り、置き攻め、いいですね。沼田かなり動きがいい。あー、 おっと、あー、危ない危ない危ない、出し切りましたね。ギリギリでした、はい、これで2-2、はい、分からなくなりましたよ。カウンターヒット連続です。先にダメージ取ったのは沼田、横移動も抑制していく。俺はあるぞ、振り分けがうまいぞ沼田。さあしかしペコスの顔は未だ冷静ですが、そうも言ってられなくなってきたぞ。もうこれでダメージはあと3には 2.5 割、2割、1割削り2回、あと1回、ジャブ受ける、勝ったのは沼田。さあしかしラティンが勝利しておりましたのでチームとしては勝利、勝利ですね。いや沼田良かったですね、かなり制定越え、ジャイアントキリングですね。はい、なのでということで、はい、C ブロックが決まりまして、はい、勝ち上がりベスト8はエンドスケープ、アゴル、アキちゃん、パルル、ノトのチーム、そしてもう片方がゆとりモンスターズ、はい、ラティンペコス、タマチ、あと一人は、ご飯ですね。1時間ぐらい後です。はい、はい、ということで、D ブロックやっていきたいと思います。さあいろいろ組み合わせが決まっておりますが、ガチ抽選なんでね、はい、今流行りのガチ抽選、ガチ抽選でございますね。流行りなんですか。
さあ、ということで上から消化していきましょうか。はい、それでは、D ブロックやっていきます。はい、ジョイボックス、キル、ジュンちゃん、ハリー、ヤモチェチームに対して歌舞伎町フロンティアラブソニック佐藤スカシシローは、バトルステージ筐体へお願いします。ある意味新宿対決と言っても過言ではない。新宿対決ですね。はい、対してもう一つも、進行しちゃいます。コリス、東破壊神、ネコタマ、ゴーゴー夕張の東京コンタクトレンズに対して、はい、老人ホームとサードストライク、チョケにザ・イツロー・ナミジンチーム、コウスケのところまでお願いいたします。さあ、となりますと配信筐体は、はい、新宿対決ですか。新宿対決ですかね、となりますね。さあ、キル、ジュンちゃん、ハリー、ヤモチチームいますか。そして対するラブさんのチームですね、ラブソニック佐藤しかし白チームいらっしゃいますか。こちらまでお願いします。ラブさん、ラブさん、試合ですよ。ラブさん試合ですね。気づいてないねこれ。行ってきます。ラブさん試合ですよ。キルさん試合ですよ。いるかな。ジョイボックスチームもいますか。さあ、進行はもう D までで終わりです。これラストブロックです。ラストブロックです。そしてなんと巻きに巻いてるのですごいいい感じです。よかったですね。停電やりなんなりありましたが、なんとか よかったなんとか終わりそうです。もうこれが大会の進行でございますね。いやー、危なかった。一時はどうなることやら。いや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 、あと、まあ、早稲田っていうね、進行が早い理由もありますけどね。そうですね。はい、でもラブさん早く来てください。はい、そうです。15分押してます。はい。はい、ラブさん、ラブさんいないんすか。いや、いますね。筐体でなんか楽しんでますね。ちょっとラブさん。あ、今シューディーが行きましたね。さあ、これで最終ブロック、はい、はい、ということになります。ベスト8のうちの 7チーム目、8チーム目が決まろうかというところになっておりますね。ジョイボックスチームもいないですよね。ですかね。 ありがとうございます。あとはジョイ、あ、ちょっとお待ちを。はい、で、前衛だけシューディーに申告があるんでお願いします。あ、今探しに行ってます。はい、いやー、キル、ジュンちゃん、ハリー、ヤモチェ対ラブ、はい、ソニック、佐藤、スカシ、シローチーム。そうですね、これまたこの揃えてきましたね。昔からね、東京都内でプレイしてる人たちにとっては、はい、結構タイムスリップした感じを受ける両チームですよね。はい、そうですね。ハリーさんは、まあ、家庭用とかでもチャオラン使うんですかね。ああ、そうなんじゃないですか。なんか、はい、D について調べてたみたいなので。あ、そうなんですね。さあ、情報入りまして、はい、チームジョイボックスチーム、はい、じゅんちゃんとやもちさんしかおりません。なに。ということはどこロボットでオンライン出てたキルさん。そのゲーセンはわかんない。じゃあじゃあ2位だね。じゃあちょっと待ちます。じゅんちゃんと山内さんがいます。じゃあ、そうなんですね。間に合ってはないのかな。じゃあ他の先進みます。そこ先行きましょう。はい、じゃあ先に黒黒放送で黒黒さんを省く女チーム対酒飲み合い組合の試合を先にやっちゃいます。いいですね、語呂がいいですね。はい、ルリタン、ゆきゆき、こぼれ、ルカに対してゴン、つぶみ、ネコスケ、酒好き親方
いますか。それね、間違えた。はい、ゴンチーム対もう一人の女性チームですね、はい、女性オンリーチーム。まあ来てるのか、来てるのかな。さっきルカさんはいましたが、いました、読める、読めるかな。あ、そうね、ごめん、周囲奥にいるって。さあ、この女性てっけなチームなんですが、エントリーがすべて、肉球先生の絵になっております。はい、あ、こう、こうですね、見えるかな、カメラに映るかな。あ、てか、はい、すべて肉球先生の絵になっております。はい、この前あの私鈴キングと肉球先生で鈴肉祭りというものを巣鴨で行わさせていただいたんですけども、その肉球先生のイラストになってます。さあ、全員4人ともいましたので、この試合からやっていきましょう。はい、じゃあ黒黒放送で黒黒さんを吹く女性チーム対酒飲み合い組合、バトルステージで試合ありますので、先方を私にお付けください。よろしくお願いします。現在申告中ですね。女性チームはいるのか、はい、全く見えないけど、シューディー、女性チームはいらっしゃいますか。大丈夫ですか。あ、はい、はい、決まり次第全員の方は座ってください。よしですか。はい、じゃあ準備ができたらスタートボタンお願いします。ということで、実況筐体の方は、ルリちゃん、はい、すげえやってるんですね、4810勝やってるんですけど、はい、やり込みですね、めっちゃやってる。そして、座ってるのが、つぶみと、酒好き親方、ステージランダムで、はい、選んでください。の2人ですね。おっ、リリ対決。なるほど、こういう図式になりました。ゴンが座ってたのか。あ、ゴンですね、ゴン対ルリちゃん。なるほど。で、もう片方はルカ対酒好き親方になっております。今回はね、ルリちゃんは北海道から来てくれましたから、素晴らしいですね。で、関東で一番団員の高いリリとぶつかるっていう。まあこれも運命かもしれないですね。運命を感じます、はい、さあ、どっちのリリがゴンで、どっちのリリがルリちゃんでしょうか。画面左側がルリちゃんのリリ、対するはゴンのリリ。あー、キングヒール2回ですよ。おうわー、待って待って、これはおや、まだ10秒で風神を倒してるルリちゃん。おや、ノリノリだぞ。ピーでしたね。10秒です、風神を10秒で倒した。マジかよ。 CPU ではないはずなんですね。あ、しかしここは風神の意地があります。ゴン、そうですね、壁コンボ、はい、これで半分。
あーあいや、P 返しですね。パーフェクト返しこれはいや、さすがに負けられないですよね。あさあ、しかし反対側ではルカが酒好き親方に2ラウンドを先制しているので、はい、今のところは女子チーム優勢という感じです。お互い早い試合展開ですね。そうですね、壁には運べずゴン。しかし、ポーン・リュウコゼロからマグリのカット。ポンケンファイターズ、ポンケンファイターズカウンター前の方の台お集まりください。ポンケンファイターズ、ポンと愉快な仲間たち、ポンケンファイターズ、相手の方の台、カウンター横になります。お集まりください。さあ 1-2 になっております。グリキャン対ゴン。これはブラッティマスカレードで壁直線トライアングルスプレッド補正切り、いいライトだったんですけどね。さあスライディングはガードできず。しかしルリちゃんかなりいい試合展開じゃないですか。また俺これはバレていたか。しかし確定反撃が間に合っていない。反対側ではルリちゃんが勝利してルカが勝利しています。ベンベンベベンで中断。ジュフレ各班間に合っていない。さらにしゃがんでましたね。これで 1-1 です。さあ勝負を委ねられたのは雪こぼれですか。いや雪雪こぼれですかね。そうですね、はい、で、相手方はつぶみねこすけが残っている状態です。いや勝負自体はやはり、はい、なかなか本当にいい試合になってますね。これでマッチアップがどうなるか。つぶみシャヒーン、ネコスケフェン、ユキユキはレオでいいですか。ユキユキレオ対、はい、スタートボタン押してくださいね。こぼれアリサ。なんか今解説やってる鈴キングさんはユキユキを知らないって言うんですよ。ユキユキを知らないではって感じですかね。相当強いんですよねユキユキは。はい、レオ使いとして、まあ、そうですね、あんまり表立って出ないですから。そうですね、そうかなり隠れた女性強豪プレイヤーですよね。そうですね。画面実況画面はどっちになるのかな。あ、ユキユキですね。なるほど。まあでも、ナーナ選手をやり込みでさらに検定ですからね。ユキユキ対ネコスケ。でもネコスケも最近かなりやり込んでるんですよね。なるほど。フェン対レオ。まあ、壁は狭いですね。はい、まあ、フェンはレオの肘筋系、その各キャラの肘筋系対策の中でも最もローリスクに肘筋系を対策できますよね、巨峰で。別に派生出してこなければ構えたままでいいですし、そういう意味では肘筋系関係ではフェンは有利に働くのかなという感じですよね。前のさばいていきましたね。さあ下段、これはしゃがみガード、しゃがみヒットしている。出し切り、あ、14なんですけれど間に合っていない。あのフェンの10連4発止めは先端をガードすると13になることがあるんですよ、はい、なるほど。なのでもしかしたらマイナス13だったのかもしれないですね。さあ肘筋系カウンターヒットして下段、うまいですね。はい、これで先にラウンド取ったのはユキユキ。カウンターヒット。さあ置き攻め中段踏んづけ回避しているが、ジャブからカウンターヒット。あー、しっかりしてる。確認がしっかりしてるぞね、コスケ。さあ1-1。おと冗談、不客はちょっと、はい、気持ちよくは打てないですよね、防御があるので。まあ、今のは伏流客だった、臭いけれども、画面中央に打撃で押し返していくね、コスケ。うまい、しっかりスカッシュしましたね。まあ、これは龍歩昇雲で運んで壁コンボ。うわー、なるほど、ダブルアップ、またもダブルアップ。さあレイジ状態有利かな。さあ削岩紙をガードして浮かせられなかったのがちょっとヒヤッとしたんですけれども、 その後の展開は良かったですね。 2-1 になりました。さあ、よく落とす
てどういう風に動きをしていくのか。はい、コスケこれ以上下がると壁がこうですね、壁攻めが展開されてしまう。お、なんだ今のヒットは。ちょっと怪しいですね。まあ、しかし巨峰が生きて被弾撃傷ガクスン減っています。ジャブからしゃがみヒット、どっち下段。これは耐え切った、終わりますね。ファイナルラウンドです。さあ反対側の筐体ではつぶみがこぼれを追い詰めている。 2-2 です。ゆきゆき対ネコスケスタートしている。反撃が遅れた。しかし一貫して肘で打っていくが木面木面。おっ、これでこれでネコスケ相当勝利に近づいたぞ。はい、どっち中段どうなの。シャガパンから使っている。さあ、レイジ状態なんですけれども、スラッシュとこれで体力逆転してる。ユキユキが勝利、そして、勝敗数は 2-2 になりますね。そうですね、つぶみが勝ち上がりましたので勝敗数は 2-2 になります。なのでユキユキとルカが、またも連続で試合、そして、酒飲み屋組合は、勝ったつぶみと、ごめんなさい、勝った方です。勝った方がダブルで残ります。ゴンかな、あ、ゴン勝った、さっきの試合で勝った2人が試合です。はい、そんなわけで、ゆきゆき、ルカが勝利しました。で、対するが、ゴンと、猫、あ、つぶみか、ゴン、つぶみが残ってる状況ですね。鈴木さん、さっきからなんか口数が少ないんですけど、どうしましたどうしたんですか大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよじゃあちょっと、え、忘れよう、うん、危ねえ、マジで。いろいろあったらしいですはい、大丈夫ですね。知らねえわけがねえんだよな。いろいろあったんですよね、はい、そうですね、まあ、朝から実況ありがとうございます。いいえ、大丈夫ですよさあ見ていきましょう。ゴン対ユキユキさあ前に出るのはユキユキですが、あ、ライト当たりますね。さあ壁にギリギリ到達する。ローズピケめちゃくちゃ運びますね。そうですね。さあライト背面からテンペスト、ほぼパーフェクトでの勝利です。これで一本下段から入ってジャンプしてしまうが、あー、すかし確定のタイミングにはなっているが、両パン投げラフレシアは抜けている。かなりゴンがどっしりと構えてる感じしますよね。カウンターはもらわねえぞっていう意思を、しっかりと要所で下がって要所を見てるところですね、はい、なんか無理に攻めないぞっていう意思を感じますよね、はい、あ、なので黒黒もちょっとどこで攻めるかっていうのは、そうですね、黒黒違うよ、黒いレオだから黒黒って言っちゃったっすよ。あの、コスチューム一緒です。そうそうそう、はい、ユキユキですわ、はい、あれ、あ、まあいいや、はい、あ、いいですね。中段当たって、あー、確定きっちりしてます。しっかりしてますね。はい、はい、1-1、まあ、女性ならではのワンハイでしたね。女性ならではなんすか、知らねえよなんだよそれ、もうやめろよ本当にそういうの、無理やりだろはい、まあ今のこれで攻めてるのは、ゴン選手でも体力リードはユキユキですよ、はい、しゃがんでいる、しゃがんでいるよ。甘えは許さねえ、このゴンの守り。あー、ギリギリしっかりワンツー。いやでも紙一重でしたよ、今当たってたらスクリューですもんね。そうですね、壁まで行ってましたもんね。はい、さあまずこれで 2-1 になりました。あー、いや、あれはしゃがむわ、あれは、いや、言い方悪いけど老快なライトだったっすね老快でした、老快でしたね。しゃがみパンチ指定していきます。
さあ壁の位置が悪いが下段読んでいる。おガードされて福龍。さあそして反対側ではルカがリーチをかけてるぞ。これで女性チームがルカが勝てば完全勝利。完全勝利ですね。追い詰められてるつぶみ下段。さあどうする。レイジ状態だがスライディングが早い。しかしまだ1ミリ残ってるぞ。さあ見逃さないショートアッパーです。これでルカ対つぶみはファイナルラウンド。開幕ハウクスキック。軸はずれてるけれども十分なダメージ。そうですね。下段入ってスライディング一滑り。お中段ヒット。こっから攻めの起点作りたいんですけれどもルカとしてはパークラッシュ、いいですね、これは強力ですね。2滑り3滑り、またももつれた。ということは大将戦ゆきゆき対つぶみになる。はい、そうですね。ゆきゆき選手はそのままお座りください。あ、ゆきゆきさん右側にお願いします。こっち側よろしくお願いします。はい、お願いします。マッチアップ、ああこっちの台になるんですね。大丈夫ですか。台は大丈夫ですね。まあ狭いステージですね。いやどうでしょうか。反対側の筐体で選ばれてるステージがどうかわからないのでそれ次第では。あ、アラブ市場になりましたね。はい、これで、レオ対シャヒーンの構図。はい、両者ともに壁コンボ運びますからね。そうですね。多分浮いたらかなりの確率で壁コンボに到達するんじゃないでしょうか。届いてしまうという。さあ開幕、お互い下がり体勢です。まず先に前に出るのはどちらになる。お互い様子見ですね。使っている。触りに行ったのはゆきゆき、うん、ガードしている。こう届くんだ。長っ。削り下段をガードした時の反撃のダメージじゃないですよね。そうですよね。トゥースマカタは。さあ30秒が経過しようというのに、はい、両者の体力はまだこんなにも余っている。これでほぼ五分か。まあつぶみがちょっとリード。あ、ステップインカードしてましたね。細かいところがうまいですねゆきゆき。さあ下段これは届く。お互い主力技の外うまい。この時間のこのタイミングでコンボは。そうですね、残り9秒です。ゆきゆきとしてはかなり厳しいですよ。どうする、まあ、さあやるしかないんですよね。そうですね。あそこで下段を打ちに行ったところで時間がないですからね、はい、空中ヒット。フォロー効いてますね。上段派生反乱水はしっかりガードしている。確定反撃になる。あー要素ですね。どうする、フコアガードしゃがんでるが、つぶみの距離の取り方が遠いですよね。さらに硬いですね。あーこれは狙っていた。 あの距離はダメだと。であと1ミリ残るが中段から下段。早い展開。追い詰められたゆきゆき。リーチを取ったのはつぶみのシャヒン。さあここからの打開策はあるのかゆきゆき。置いている。そうですね、発行ペース置き詰め重視です。さあ暴れを否定してどんどん前出るようになりましたね。いやここでアルタイルが置いてあった。コンボをミスらなければ。おっと、しかし下段でフォロー。勝ったのはつぶみのシャヒン。これで、酒飲み合い組合が勝利。ゴンつぶみ猫助酒漬け親方が勝利です。さ あそれでは、勝ったつぶみたちチーム連戦です。はい、そのままお待ちください。すいません、連戦です。連戦で、向こうで勝ち上がった
ポンの愉快な仲間たち、ポン、ゼウガル、マケット、流行チームとの試合になります。続いて向こうの筐体では延期しておりました、歌舞伎町フロンティア VS ジョイボックス、歌舞伎町フロンティア VS ジョイボックス、向こうの、バトルステージじゃない筐体に、お集まりください。お願いします。さあゼウガルチーム、はい来たね、はーい、まあいいです、お互いが同意であれば、はーい。じゃあ早速試合の方、ベスト8決定戦やっていきましょう。はい、では、ゼウガルが座っているのが見えますが、はい、あ、今日初登場じゃないですか。お、なるほど。リュウコウ、ポン、ゼウガル、マキッドキッドというポンの愉快な仲間たちチーム、はい、対するは誰になりますか。先ほどのゴンのチームですね。あ、そうですね、ゴンの中身、結構スケーシャケツク、はい、ということで、リュウコウ対ゴンの試合を実況していきたいと思います。はい、さあ反対側では、ゼウガルスティーブ対ネコスケフェンですね。はい、はい、まあ選ばれたのはゴーキのステージ。でもゴーンは多分相当温まってるんじゃないですかね。そうですよね、さっきから連戦してるので、はい、まあこれで半分近く大ダメージです。確定反撃しっかりしている、はい、うやむや、うやむやにして出し切りやがったあいつ。まあフォローがうまいということで。そうですね。あー、ガクさん空中ヒットだが、これはカウンターヒット。先制はゴンのリリー。垂直ラインには空中判定になる。今の両パンもよく抜けましたね。確定反撃、混乱追は抜けている。両パンが通りません。うまい。とりあえずスカッタらガクスンコを打っちまった方が良さそうですよ、ね、そうですね。なんかバックリップのスカッタ距離が遠いと、はい、リュウホ将軍とかもちょっと発生スピードに難がありますし、若干気まずいですよね。ガクスンでいいっぽいですよね、ああいうのは。さあ反撃、さあ壁に追い詰めたままにしたいリュウコウだが、はい、これはガード、失敗してる。いや微妙だぞ、やはり。いやーこれはもったいない一本を落としたというところか。なんか選球体を反撃で返した後に、普通のコンボレシピだったらミスんないんでしょうけど、とっさに壁運びのレシピを構築しなければならなかったので、壁の距離を見てしまいましたね。そうですね、それでワンハイという選択や良しだったんですが、タイミングが合わなかった。お、出し切り、ここまで有利から横移動、しゃがみですかね。テンペスト、これは確定反撃にならない。中しかり、うわー暴れている。ここで置き攻めは新技からの下行く、まだあるのか。リュウコウ打ちだぞ、クロックキック。さあこれは下段が飛ぶ、あるあるのか。10秒、うまい、あー、ドン。カレーパンチは避けている。下段殺しかないが、残り1秒、ドットから返しましたね。捉えている。これで第4ラウンド、反対側の筐体ではネコスケが勝利していましたかね。あ、スライディングから、あの1本でリュウコウの目に光が戻ったか、ね、流れができましたよ。背面、しっかり背面、お、展開を作るために七寸。いやしかしローズピケの透かし確定がうまい。シャガパンの顔が間に合わなかったか。お、バックリップ、レイジドライブ、レイジを消費してしまうゴン。かかしかり、あー、いいですね。これで 2-2、 リュウコウが粘る。逆算あるか。中間距離スライディングからの空中ヒット、はい、あー流れありますよ。ありますね、これは。
全然ゴンの攻撃が当たらないようになってきたんですね。で、若干より焦りも出てきてしまう。壁に嫌われるが、ああ軸もいい。いやしかし、マッターホルン、これは大ダメージになる。刺さりましたが、安全に起き上がる。さあ呼んでいた。よくしゃがみましたね。龍光逆三立て、ゴンを相手に実現。技出してたら完全落としたもんね。よく待った。これで1対1になりましたか。そうですね。さあ出てくるのは、ポン、マキットカットかな。そうですね、はい。さあもうあれですね、ポン選手はブライアンですかね。はい、はい、タッグの時ではキングマドック。ポンはこうキング使ったりフェン使ったりみたいな感じで、なんか最近はブライアンなんですね。ブライアンですね。ということでポン対酒月親方、これでブライアン対ポールの構図。さあ反対側では、マキットカットの、ドラグナブ、そしてつぐみのシャヒーンが出てますね。無限ステージです。さあ接近戦仕掛けたいよという感じの親方に対し、はい、本は相手の出方を伺いつつも前に出るタイミングを伺ってるという感じでしょうか。まあ発信にはなるのでどこまで流れを作れるか。さあうまい。ハイドクローラー中に技が使ってたらリフトアッパー、波の意識配分じゃできないですよね今のは。だからライトニングは2発目かヒット、しかし潜っている。潜ってますね。ベンベンでどうなる。ステージのポールは怖い。ギリギリ避けですか。ああビタで削り切ったという感じでしょうかね。そうですね。これで1本。あ無限ステージですので、あポールはちょっと追うのに苦労するかなっていう感じはしますよね。カウンター、あーこれですね。これが決まれば、まあ、約半分近く奪っていますね。攻めもバッチリ。ポンがかなり有利に試合を進める展開になってきています。しかし、あー大変だ。俺ポールにはこれがある。さあ有利継続のポンのブライアン、これは美味しい。空中判定拾って、あポン先にレイジになっているぞ。そうですね。ここはあれよあれよ、あ横移動しゃがみを捉える氷河。やっぱり体力差ものともしませんね。そうですね。一発攻撃が当たればやっぱりこのダメージもそうなんですけど、精神的ダメージもね。そうですね、ありますからね。やっぱりジャブで割り込んでストマック2位は先ほどカウンターヒットした連携ですよね。当初でしっかり削れているんですが、あやはりちょっと距離が遠い。そうですね。さあレイズ発動。さあ先にトンがレイズになることが多くなったが、レイズを使った下段マッハキックに対ししゃがみステータス、はい、しっかり噛み合ってますね。ハチェットを行くが確定反撃が痛い。赤いですね。さあこれは読んでいた。マッハパンチが格安なんですけれどもね、はい、バケてしまってますかね。そうですね、まあ、しかしそのバケをフォローするストコンを入れてるポンもさすがなんですけど、はい、関係なかったんですね。これは親方の試合配分になっている。あ2発目焦りましたね。これで 2-2 ですが、 2-2 です。2-2 ですね。2-2ですか、はい。さあそれでは勝った2人お座りください。龍光マキットカットと、酒好き親方猫助あれですね、はい、ですね、はい。準備ができたらスタートボタンお願いします。いやー、ひりつく展開が続く。
本当、本当何度も言いますけど、はい、ありがとうございますありがとうございます本当ありがとうございますありがとうございます料理につきます早稲田式の料理にこれ、これ、これ俺が見たかったのこれだこれだこさあ、両者とも無限ステージ、両チームとも、はい、無限ステージです。これでさあマキットカット対親方、はい、あ、失礼しました、龍光対親方ですね。あー、いいですね。浦早手、あ、浦早手がミスになってしまうが知らぬいでフォローしていく親方、はい、でも半分取ってますね。はい、わー、うまい、送風、送風のスカ角が早い。有利からコンロンツイ抜けている、しっかりオパン抜けている。触りに行く親方だが、あー、これは、あー、カーラーリポンケン、カーラーリポンケンですか。まあ、しゃがむのも致し方なしという感じでしょう ね、最後の1ミリですと。加えて言えば、あのポンケンをガードされて学生校を食らったところで試合にさほど影響はないですからね。そうですね、間違いないですね。まあ、0-1 です。うまい、お、空中判定、うわー、大変これ。一気に体力ゴムじゃないですかもう中間距離から動かないが、はい、しっかり、お、スケア大きいんですがびっくりしてしまいました、ね、親方。しかし打ち上げ花火ですね、打ち上げ花火ですね0-2になりました。これで2本ということで、流行チームの方が、はい、ビハインドを背負ってる形になりますよ ね、 すね、両方の状態見ても、はい、流行がもうここから作っていけるか。さあ、中段ヒットしてしまう、しっかり拾えている。あー、要所でうまいですね。細かいところでもツーキックの下角を取っていますが、あー、おかわり入らず、間に合わない。あれ、一度使っていく、返して、これはデン。さあ、こらえました、龍子 1-2。 さあ、反対側では猫助が勝利している。なるほど。のでこちらの実況筐体は酒漬親方が勝てばチームとしての勝利が確定、ね、あー、ここで置いている。しかし龍子はさっきゴン相手に逆三角かましましたからね、はい、ありますからね、逆境に強い男。あー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 あれよあれよ、2-2になりました。これで2-2。さあ、親方は勝てば勝利、はい、流行は勝てば次に望みをつなぐことができる。ファン、ね、はい、確定反撃、おっと、かかってしまいました。置いてあった右脚、これで体力半分以上ない。レイジ一歩手前、うまーうまい、うまっなんでって言ってる、なんでって言ってますが、さあ、どうなのこれ、どうなの、ええ、このレイジアウトはさすがに当たらず落ち着いてましたね、さすがに当たらずだったということは、さあ、大将戦です、はい、大将戦ですありがとうございますさあ、猫助が、そっちじゃない、猫助左側に座ってください、左側、猫助左側に座ってください。流行はそのまま、流行そのままでいいです。さあ、これはフェン対決ですか。フェン対決になりますね、はい、このね、両チームのメンバーを見ても、はい、ちょっとあれなんですよね。正直言って段位的に言ったら低い方のやつらがチームを背負ってる感じになりますよね。背負って引っ張っていっている段位じゃねえんすね、はい、段位じゃないんす。先ほどからでもやはり龍子逆境にすごく強い、うん、強心臓、ハートですよね、はい、ハートが強いです。あ、あ、
次の、この試合で、8台進行終わります。カウンター横の4台の地合い台となりますのでよかったらご利用ください。さあ選ばれたステージは神殿ステージ。さあ左側が龍光、右側が猫助。おお開幕さばいてきました。1枚目、うおタイミングをずらした前走体、あれは当たるわ当たるわ。次はガードしましたね。今度は猫助の番。はい、これで2枚目。さあ体力はほぼ五分だが、はい、ああ入る、しかし知ってる。これで3枚目。30秒で3枚割れてるんだが。いや、これは大ダメージになる。力強いレイジドライブだったな。勝ったのは龍光のフェン。これで第1ラウンドワンハイ返して龍光ペース。カウンターした。これ壁に行きますよね。でんでんでん、龍光強いぞ。これは下段行って下段行って、あ切り返せず猫助 2-0。 細かい削りでいい。4発目うまい。すかしません。さあ猫助も冷静というところを見せていきます。これで壁コンボ半分。しゃがんでいる、先人男子脚バレバレだぜという感じで置き攻めがついてくる中段。さあ壁を背負わせたがしゃがんでいる。すかす前に入れてるんですね。一発目すかってましたからね。すかし確定が早すぎるんだが、これで補正も切って1本返す。猫助踏みとどまります。 2-1 暴れてる。いや有効ですよね、フェン相手には。そうですね、別にやっちゃっていい、はい、あーうまい、1回入る。これは龍光のミスになるか、はい、ファイナルラウンドも見えてきそうなこの体力状況。第4ラウンドどちらが取る。さばいている。先ほどはさばきがいいですね。しかし壁には到達しないので置き攻め重心切り替えていく龍光。からずギリギリガード、ガードしてる、しっかりしてる。さあどうする、猫助も安全圏はもう。おうまい、あちょっと今のは少し前出てから下がりましたね。めちゃめちゃ集中してるんですけど。これで 2-2、 ファイナルラウンド決定戦。うまい、これで2割以上奪っているのはまず龍光。うわーい、どこ行ってんの。あるあるですね。下段、あーさっきからほぼ全刺さりですね。大ダメージ、あー否定していくが、あーったまあマジか。龍光が猫助を倒して勝ったのはポンの愉快な仲間たち。どんだけ強心臓なの。龍光強すぎるんだが。逆三立て逆三立てみたいな。で2本取られて追い込まれてもまだ勝つかという。すげえなマジで。なんだやべえ。これはこの後の試合も期待したいですね、龍光には。さあそれでは予選ラストの試合、ベスト8決定戦、ジョイボックス対東京コンタクトレンズ、バトルステージまでお越しください。マジかよ。震えるなぁ。マジかよ。いやマジかよですよ、大会には大は関係ないんでしょうね、もうね。いやてか完全なトランス入ってる感じですよね。そうですね、やりきった人がみたいなところ作成してるわ。すごいすごい、いいもん見ました。申請は OK ですか。まあいいんじゃないですか。わ、はい、かりました。はい、もう座った人が前衛ですね。そうですね、はい、じゃあ準備ができ次第スタートボタンをお願いします。相手方は大丈夫かな。はい、じゃあスタートボタンお願いします。さあ予選の最後、さてさてという感じで、はい、登場したのはコリス。長らくお待たせいたしましたよ。はい、コリス、東破壊神、猫玉、55夕張。ああそうですね、55夕張、ツイッターでも少しあったと思いますけど、
多分栗山千明が好きなんじゃないですかね。そうなんですか。事情があったわけですね。キルビルからですかね。なるほど、はい、そして対するはキル、ジュンちゃん、ハリー、ヤモチェ、はい、はい、来たんですか。ですかね。結局よ4人揃いました、はい、おめでとうございます、はい、4人揃いました。というわけでジョイボックスのメンバー対ゴリス東破壊神猫玉ゴーゴー夕張、はい、さあ配信で、出てるのは、女子対ジャックの構図、ゴリス対ヤモチェ、はい、あコリスがまずは接近していこうという動きが見られます。さあ完璧、14しっかりですか。さあこれは届いていないがトゥースマをこすっていくコリス、これで1本。そうステージは狭いんですけど、はい、もうね、やっぱどうしても接近戦での切り返しが弱いジャックとしては、はい、ちょっと女子に近づかれるのがめんどくさいところはあるんですよね。なのでヤモチェもちょっととりあえずはどっしり構えて相手の様子を見たいという感じになってますよね。さあ投げが通って、実はヤモチェも体力はリードしている。あぶね、今の危なかったですね。今のバタフライエッジマジ危ね。これで1対1。シャガパン有利して、おお、これですね。さっきスライドインロー見せてますからね、はい、ヤモチェもついついしゃがんじゃったと。背面ヒット、あー怖い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 、ダブルブーメランが届いていなかった。下段下段、うわー、もう何もさせませんね。そうですね。メルトダウン、ね、の選択肢も良かったんですけど、ジャンステが置いてありましたよ。開幕でもう噛み合ってますね。デンデン、ポリスのやる気満々っぷりがやばいっすね。もう行くときは行くと。確定反撃有利から、ピリオドシュート当たってよかった。しかし有利、これはうわノリノリだ。しかもちょっと待って、遅らせましたもんね。そうレイジアーツ来ない、はいしたダメーってはいした、怖いなすごいっすね。さあ反対側では猫玉対キルがファイナルラウンドになっている。あ、壁まで行きますね、このヘリ。ジョイボックスがこれで2敗を喫したということで、しました東京コンタクトレンズチームが 2-0 でリードしてる形になる。そうですね、コンタクトレンズっていう割にはメガネが3人いるんですけどね本当だ気になりますね。東京コンタクトレンズなのにね、はい、3人メガネなんだ。3人メガネですねじゃあ残ってるのは東破壊神と55夕張なんですけど、はい、まあおそらく55夕張はパンチラッシュで間違いないと思いますそうですね、はい、あのメガネですしね、はい、あーシーって言ってますね。あシーって言ってる、はい、本人です。本人です、はい、本人ですね。パンチラッシュです完全に、はい、パンチラッシュキング対するジョイボックスのメンバーは純ちゃん、はい、さあ壁はないが、純ちゃん選手といえばもともとは、ジュリア、はい、ジュリアですね。なんであの名前の語呂が似てるジェイシーを女子を、まあ、ジェイシーなの女子なのみたいな。さあ開幕見ていきましょう。さあ右投げは抜けてますね。ワンツースリー、ああうまい、14完璧、しっかりっすね。あ浮かせ直しですね。なるほど、しかもスクリーもいける、はい、右アッパーで浮かせ直しです、はい、あれは受け身を取らないとダメなんですよね。なるほど。さあゲイダウン2、うわレイジダイブ、これどうなんの、え何ミスかな、何ミスなんでしょうね今のは。腹竹は、まあ、何のフラッシングエルボーだと思いたいですか。フラッシングエルボーか、はい、なるほど。あーなるほど、おあのシャイニングは抜けるか。あしかし守り体制、ゴーゴー夕張ことパンチラッシュ、先ほどはストロングニーが刺さりますね。うん
先ほどのコリスの女子と違って、はい、純ちゃんは結構その攻める機会をうかがうような感じですね。しかし上段下がりましたね。これで相当な体力リードを奪うことになります。パンチラッシュどっち行く。さあもう一回ということでこれで 2-0。 反対側ではハリーが勝利しておりますが、チームとしてジョイボックスが勝利するためには純ちゃんの勝利が必要不可欠になります。OK ダウン。あ、さあ攪拌ではないが、攪拌ではないですね、はい、さあ中段から下段につないでいく。あー前に出たとこですね。さあ 2-1 となりました。純ちゃんが勝てば、これで 3-3 になるので、 3-3? あ、5分になる、5分ですね、5分になるので、はい、ゼガヒでも勝ちたいんですけれども、はい、さあダメージを取っていったのはパンチラッシュ。あ、相打ち美味しいか、拾えず。あ、これはですね、パンチラッシュとしては美味しいですね、はい、あ、このヘリ、あー落ちてましたけど、カウンターヒットしてる。あー、お、これで分かんないぞ。もうファイナルラウンドが見えてくれば、あるいはしかしジャイアンツスイング、初のジャイスイでしたか。あー、うわー、マジかよ。これはい、横移動のスカ角でレイジドライブ入れてるやつ初めて見たわすげえ。さあ勝ってましたね。勝ったのは東京メガネ、あ、東京コンタクトレンズそうですね、3人メガネですが3人メガネですが、はい、コンタクトレンズですね。さあということで長らくやってきました、予選が終わりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの進行のご協力のおかげでオンタイムでございますおお、素晴らしい。何やありましたか。乗りましたか。はい、ということで一旦休憩を取りまして、はい、ベスト8乱入戦から開始したいと、はい、何時ぐらいからですか。大体15分ぐらいから、はい、10分間休憩を取らせていただきまして、はい、試合の方をやっていきたいと思いますので、しばしお待ちください、はい、よろしくお願いします、はい、16時15分にまた集まってください、はい、お願いします、はい、お願いします。